お母さん、子供ができたって嘘ですよね。本当よ、妊娠したの。まさか、もう3ヶ月になるかしら。不妊のあんたの代わりに子供を産むから消えなさい。え、お母さん75歳ですよね。そうよ。もしかして高齢出産のことを心配してくれてるのかしら。いや、綾子おばさんから聞いて一応確かめなきゃと思っただけです。そういえばあんたは義母を捨てた血も涙もない女だったわ。すべてあなたの行いのせいでしょ。私だって連絡したくなかったですよ。私もどうせもらうなら LINE じゃなくてお金が良かった。人にたかるくらいお金がないのにどうやって妊娠したんですか。体外受精とか。ええ、まあね。そこまでして子供が欲しかったんだ。あんたがうちのソータと離婚してくれないからもう一人産むことにしたの。もしかして私今嫌味を言われてます。分かってるならさっさとソータを返しなさいよ。嫌です、私たちは今超ラブラブなので。不妊のくせに。結婚してまだ2年しか経ってないんですけど。しかもそっちで過ごした最初の1年はお母さんが四六時中家に来てかなり邪魔でした。親を邪険にするなんてひどい。あんたもソータの味方なのね。どういう意味ですか。綾子のことは知ってるでしょ。お母さんのお姉さんでソータを育ててくれた人ですよね。そう、あいつがソータを洗脳して私を悪者にしてる。まさか。ひどいわ、どうして信じてくれないの。まあ今さっき思いっきり不妊とか消えなさいって言われてますからね。そんなこと言ったかしら。もしかしてボケました。産婦人科じゃなくて違う病院を紹介しましょうか。失礼ね、あんたと喋ってるとイライラして頭が割れそう。じゃあ返信しなきゃいいのに。あーやばい、このままじゃ死んじゃうかも。え、救急車呼びましょうか。いや、もう手遅れだと思うから死ぬ前に一度だけソータに会わせて。それは無理です、ごめんなさい。どうしてよ、空気を読むって言葉知らないの。だってソータに絶対取り継ぐなって言われてるし。会うぐらいいいじゃない。会えば金よこせ、断れば死んでやるってなるのが目に見えてるからだって言ってました。じゃあ会わなくていいからお金ちょうだいよ、それで許してやるわ。同じことだし、お金何に使うんです。ソータの弟を産むの。え、さっき妊娠3ヶ月って言ってませんでしたっけ。それが何。もう性別分かったんですか。ああ、そんな気がしただけよ、母親だからね。ふーん。で、頭痛は引きました。あんたのせいで吹き飛んだわ。あーよかった、感謝してくださいね。このクソ女。お母さんの手口はソータから散々聞かされたので騙されませんよ。ああ、わかったわ。私みたいな母親とはそりゃ会いたくないわよね。あれ、やけに素直。幼いソータを姉に預けっぱなしだったのは反省してる。うん？でも仕方なかったのよ、ソータを育てるためにお金を稼がなくちゃいけなかったから。おばさんは一銭ももらってないって言ってましたけど。どこまで話したんだあのクソ女。あ、それが本性ですか。ソータが嫌がるのもわかります。もういいわ、みんなして私が死ねばいいと思ってるのね。うわ、例の死ぬ死ぬ詐欺が始まった。今回は本気よ、後悔させてやる。そう言われてももう信じられません。お金をくれないなら線路に飛び込んでやる。え？何度も言うけど本気よ、明日ニュースになっても知らないから。待ってください、いくら必要なんですか。100万持ってきて、明日の夕方まで待ってあげる。そんなに。持ってきてくれたらソータに関わるのは今回で最後にするわ。本当ですか。命をかけて誓う。わかりました、ちょっと相談させてください。楽しみに待ってるわね。10年ほど前にソータの前へふらっと現れた母親陽子。
立派に育ったソータを見て真っ先にって言った言葉は、産んだお礼に金をくれだったそうです。お金の無心を断ると死んでやると騒ぐので仕方なく渡していたのだとか。しかし結婚して1年後、ソータを育ててくれたおば、綾子おばさんの助けもあり、義母に場所を知らせず引っ越すことに成功したのです。そんなに遠くではないんですけど、さらに1年ほど経って義母から陽子がボケたかもっと知らせを受け、今日に至ります。この後私たちは話し合いの末に一つの答えを出しました。翌日、ちょっと来ないつもりなの？ああ、もうこんな時間ですか？話が違うじゃない、いい加減にしてよ。そっちがその気ならこの踏切に飛び込むわ。さようなら。待ってください、ソータが話したいことがあるそうです。え？何やってるんだよ母さん。久しぶりね、ソータ。帰ってくる気になった？なるわけないだろ。そうだそうだ。じゃあママが死んでもいいっていうの？どうせ死なないじゃん。は？お母さんはもう狼少年ならぬ狼老人ってことです。ソータに何を吹き込んだの？さやかに絡むな。俺が自分で決めたことだ。元はといえばこの女が私をおちょくってきたのよ。そんなこと言ったかしら。何よそれ、腹が立つ言い方ね。あ、お母さんの真似なんですけど。母さんは何されても文句言えないだろ。今までどれだけやらかしたと思ってるんだ。どうして味方してくれないの？私はあなたのママなのに。俺の名前で勝手に借金したり、病院代せびってパチンコに行くような親はいらん。え、そんなことがあったんだ。内緒にしててごめんな。惹かれると思って言えなかった。私こそ借金とか気づけなくてごめん。独身時代に完済してるからもう大丈夫。大変だったね。ありがとう、さやか。愛してる。私も。親の前でイチャイチャするな。俺が親だと思っているのは綾子おばさんだけだ。あんたもしかしてブスが好きなの？そういう話じゃないだろ。ソータの妻としては聞き捨てなりませんが。大丈夫、さやかは世界で一番可愛いよ。本当？嬉しい。あんたたち、私がどういう状況にいるか忘れてないでしょうね。どうせ近くの日陰で涼んでるんだろ。え、なんでわかるのよ。なんとなく。お母さん、お金はもう渡せないので諦めてくれませんか？そうだぞ、いくら騒いでも無駄だ。なあ、わかった。じゃあ50万円でもいいわ。謎の上から目線。あんたは黙ってなさい。そっちが黙れよ。もう俺たちに関わるな。お金くれたらもう関わらないってば。信用するか。私妊娠してるの。出産費用が欲しいだけなのよ。は？お母さん昨日からこう言って聞かないの？いや冗談きついぞ。ボケたのか？違う、ソータの代わりに新しい息子を産めればもうソータと関わらない。そのお金が欲しいだけ。ソータどうする？答えによってはあんたたちは私とお腹の子2つの命を見捨てることになるわ。本気か？次の電車が来るまで1時間恨みに恨み抜いて死んでやる。うわ、呪われそう。さやかは関係ないだろ。あるわ。ソータもこの女もあやこも全員呪ってやるんだから。分かったよ、しょうがないな。そうだね。最初からそう言えばいいのよ。1時間以内によく考えなさい。50分後。私の命もあと10分。ねえ、そろそろ結論は出た？無視してんじゃないわよ。そんなつもりはないんですけど。早くしないと電車が来ちゃうでしょ。考えたんだけどさ、
それでもいいかなって。はあ？何考えてるの？お腹の子は？いろいろ調べてみたんだけど、体外受精ってすごく金がかかるらしいじゃないか。しかも75歳で夫がいないとなると、日本の病院では受け入れてくれないそうです。あれよ、知り合いに腕のいい医者がいるの。それが事実だったら今頃学会で発表でもされてニュースになってるだろ。そうですよ。しかもそんなにお金をかけたのに、たった50万のために死ぬとか意味わかんないし。それは治療を負担してくれる相手がいるなら俺にたかる意味もないしな。わかったわよ、認めればいいんでしょ。どうせまた変なところから金借りて返済に困ってるんだろ。なんで知ってるの？母さんがやりそうなことだ。お願い、そうた、明日までに返すって約束しちゃったのよ。助けて。そうた、すごいね、当たってた。母さんの場合、妊娠するより借金してる方が確率が高いからな。さやかさんもお願いよ、たった50万円で私の命が助かるの。急にさん付け。冷やかしてないでよく考えて。もし払わなかったらどうなるんですか？その時は今ここで死ぬわ。ベンチで寝そべってても死ねないと思うけど。え？足は閉じた方がいいですよ、見えそうです。何がとは言いませんが。はあ？いつから？写真を見てピンときたのですぐ来ましたけど。もしかしてお金持ってきてくれた？いや、母さんの最後を見届けに来たんだよ。なんですって？今までありがとうございました。来世で会いませんように。ふざけるな。ああ、見てるんだろ。どうだ、このまま死んでやる。おお、線路に侵入した。近所から通報される前に電車来てくれたらいいけど。そうだな、どうなるかちょっと見てみたい。なあ、あ、スマホ落とした。そのまま壊れればいいのに。なんてやつらなの、松台までたたってやるわ。怖い。でもその前にあんたたちが首をくくるかもね。今度はなんだよ。私が電車に飛び込めば鉄道会社から遺族に億単位の賠償金が来るわ。あ、それ聞いたことあるかも。そんなもの相続放棄すればいい。ソータが放棄しても綾子に請求が行くだっけ。そしたらおばさんにも放棄してもらえば。いや、おばさんは責任感が強いから私が払うっていうかも。確かに妹の子供を無償で育てたぐらいだしね。ほら、早く私を止めないと彩子に負担がかかるわよ。しょうがない、俺たちが払おうか。うん、賛成。宝くじの一等に当選したのはこのためだったのかも。きっとそうだな、神様に感謝しよう。は？あ、またスマホ落とした。慌てすぎて拾うのに時間がかかってるぞ。お金があるなら私にちょうだいよ。無理無理、嘘だし。ドッキリ大成功。こいつら、なんかわめいてる声が聞こえるな。出てこいって聞こえるね。この親不孝者め、枕元に立ってやるから覚悟しろ。はあ、諦めが悪いな。どうせ死ねないのにね。まだ言うか。それはこっちのセリフだ。自分の行動を思い返してみろ。今回は本気だって言ってるじゃない。いや、お母さんさっき自分で非常用ボタン押してたじゃないですか。そうだぞ、丸見えだ。お母さん焦ってキョロキョロしてる。そんなことしても俺たちは見つからないよ。どこにいるのよって聞こえる。母さん、威力業務妨害って知ってるか？何よ。賠償金を請求されるのは母さんの方だぞ。なんで？自分勝手の理由で電車止めたからだよ。あ、逃げた。はあ、情けない。全部動画に撮っておいて正解だったな。とりあえず通報しておこうっと。後日談。
駆けつけた警察に事情を話し、義母はあえなく御用となりました。最後の悪あがきにかわいそうな高齢者を全力で演じていたらしいです。その作戦が功を奏したのか、在宅起訴で罰金刑になりました。まあその後設けられた鉄道会社と示談の場で大暴れして傷害罪で再逮捕されたんですけど、示談はもちろん白紙、電車の遅延賠償金200万円をきっちり請求されたそうです。再逮捕によって警察へのお涙頂戴ももう通用しません。義母の人生は違う形で終わったも同然ですね。私はというと、義母が刑務所に入ってから不思議なぐらいあっさりと妊娠、まさかこんなハッピーエンドを迎えられるとは。年齢的に焦っていたので本当に宝くじに当たった気分です。今日はママの家で奉公する日だろ。39度の熱くらいで病院なんか行ってんじゃねえよ。どうしても体がだるくて、毎日家にいるだけのくせに、どうせ大したことないだろ。ひどい。それより俺の朝食はちゃんと作ってるんだろうな。いつも通り一汁四菜作ってます。テーブル見てないの？まだベッドでゆっくりしてんだよ。食べ終わったら片付けくらいはお願いね。流しに置いておくだけでいいから。貴重な休みにそんなことするわけねえだろ。俺に指図するな。わかりました。ところで今日私が欠席することをお母さんに直接伝えていいかな？あ、寝ぼけてんのか。親戚15人が勢揃いするんだぞ。お前が率先して準備しろよ。まさか行けって言うの？高熱って言ってるじゃん。何言ってんだ。中卒ってだけでも恥なのに、熱くらいで嫁の務めもサボるのか。この状態じゃ動けないし、行っても迷惑かけるだけでしょ。気合でなんとかしろ。1歳の子供連れて食事の準備なんて無理だって。マミーは YouTube でも見せとけいいだろ。いつもはそんなもの見せるなって怒るくせに。うるせえ、黙っていけ。お前のせいで親戚の集まりが台無しになるだろうが。ママもお前にはいつも幻滅してるぞ。本当？お母さんは普段から優しくしてくれてるのに。ママはお前と違って有名私立大出身で気遣いのできる女性だからな。勘違いおつ。私の思い違いだっていうの？ああ、中卒をママがまともに相手するわけないだろ。そんな風には見えないけど。それに私だって進学したかったよ。うちの事情は話したでしょ。会社倒産とか漫画かよ。さすが無能な親、カエルの子はカエルだな。両親を侮辱しないで。本当のことだろ。私たちがどれだけ苦労したと思ってるの？そんなの知るか。中卒様はいつも容量が悪くて俺を満足させられないもんな。待ってよ、家事は言われた通りきちんとやってるじゃない。どこが？ママは仕事に子育てしながら家事も完璧だったぞ。あなたの家はシッターさんもいたんでしょ？中卒の分際で口答えするな。それにママはいつもパパに尽くしてたんだ。私も十分お使いしてますけど。全然足りてねえんだよ。いつも子供の世話かスマホじゃねえか。人の金でやりたい放題しやがって。息抜きに少しスマホ見るくらい許してよ。少しじゃなくていっぱいだろ。主人の相手もせず自分の体調管理もできないやつが偉そうに。最近の体調不良は十分な食費をくれないせいで、私だけあまり食べれてないからだよ。ああ言えばこういう、少ない金でやりくりするのが立派な主婦なんだよ。特訓してやってんだから感謝しろ。何それ、本当は美容院行ったり化粧品買ったりもしたいのに。どうせ披露する場所とかないんだから着飾る必要ねえだろ。マミを公園に連れて行ったり予防接種や検診で外出するのに。ボロボロな姿だと恥ずかしいよ。誰に色目使う気だよ。お前なんか誰も見てねえって。そんな、ここは待機児童も多いし、マミが保育園行くまでは働くの難しいから太一だけが頼りなのに。だから必要な金はやってるだろ。お前は黙って俺の言うこと聞いてればいいんだよ。私はあなたの召使いじゃない。
マミの咳がひどかった時も病院行かせてくれなかったよね。熱もないのに大げさな。無駄金使うなよ。大地の風邪がうつったんじゃない。マミはまだ1歳なんだよ。何かあったらどうするの。自分は微熱でも大騒ぎするくせに。病み上がりのご主人様を差し置いて子供の世話ばかりしてるお前が悪い。悔しかったら脳なし両親にでも泣きついてみるか。頑張って働いてる両親にそんなこと言えるわけないでしょ。分かってて言ってるよね。中卒のくせに察しがいいな。はあ、頭がクラクラしてきた。どうでもいいけど、今日の病院代まさか俺の金を取ってないだろうな。そう言われるの分かってるから結婚前の貯金を切り崩したわよ。はあ、聞いてねえぞ。どのくらい持ってんだ。その金は俺が管理してやる。独身時代の私のお金を渡すわけないでしょ。じゃあ診察呼ばれたから。おい待て、通帳はどこだよ。診察までにはもう少し時間がありそうでしたが、夫には何を言っても無駄だと思い返信するのはやめました。私はゆい、25歳の専業主婦です。父の会社が倒産し、金銭的事情で高校には進学していません。中卒での仕事は難しかったですが、家族を助けたい一心でこれまで必死に働いてきました。夫の太一は36歳、大手飲食チェーン本社の経理課長です。彼の勤務先が運営する飲食店で私が働いていたことをきっかけに交際が始まり結婚。専業主婦になるつもりはありませんでしたが、彼からできるだけ長く一緒にいたいと言われやむなく退職しました。私の家族ごと大切にしてくれる優しくて大人な彼となら、今まで苦労した分幸せになれると信じていたのに。マミの妊娠直後から太一の態度が急変したのです。座りで思うように体が動かず、家事がおろそかになると大好きなママと比較して罵倒される毎日。それでもなんとか耐えてきましたが、マミが生まれて自分が一番ではなくなったと思ったのか、私への風当たりはさらに厳しくなっていきました。そんな地獄のような日々から脱却したいと思っていた私に、まさかあんなことが起きるなんて。1時間後。まだ診察中だったのにひどいよ。集まりには絶対行けって言ったのに、サボろうとするお前が悪い。だからって診察室にまで入ってくることないでしょ。わざわざ迎えに来てやって優しい旦那様に向かって、その態度なんだ。本当に思いやりがあるなら、私は今お母さんの家にはいないはずなんだけど。療養はママへの奉公が終わってからに決まってるだろ。病院では家でゆっくりさせますなんて言ってたくせに。ママの家だろ、嘘は言ってない。それに集まりが無事に終われば休んでいいぞ。信じられない。準備でゆっくりなんてできないし、終わっても休ませる気ないんでしょ。いや、俺はナイスガイなんだ。家事を完璧にやった後なら許してやる。それ家に帰っても休めないってことじゃん。とにかく送ってやったお優しい旦那様に感謝して準備に励むように。いい加減にしてよ。無理やり私だけ置いてって。あなたはどこにいるの。体調もう限界なんだけど。だってそこにいても暇だし、お前なら限界突破してスーパーサイヤ人になれるって俺信じてる。ふざけないで。それから通帳ありがとな。は？え、何言ってんの。クローゼットの中を全部ひっくり返したら見つかった。後で片付けておけよ。普段は服すら自分で取りに行かないくせに、こういう時だけ入るんだ。お前が隠すからだろうが。それより中卒のくせに100万円も貯め込んでたんだな。褒めてやる。いくら夫婦でもプライバシーの侵害だよ。まさか出勤してないよね。暗証番号当てちゃった。さすが夫より子供優先ママ。マミの誕生日とは簡単すぎて拍子抜けしたわ。やめてよ。本当にいざという時の大切な貯金なんだから。俺が有効に使ってやるって。何に使うつもりなの。ま、細かいことは気にせずに、俺とママの期待に応えるためしっかり働けよ。とぼけないで、後で必ず返してよ。てかお前、さっきからずっと俺と LINE してるけど、サボってるってことだよな。マミをおんぶしながら動くのがきつくて
少し休ませてもらってるの。ふざけんな。ママを働かせておきながらいいゴミ分だな。本当にしんどいの。そんなの知るか。俺仕事が入って今忙しいから連絡してくんな。そうなの？大変なとこ悪いけどもう倒れそう。お願い助けて。ほんと使えないやつだな。それが高熱の妻に向かって言う言葉。はいはい、名演技ご苦労様。よっ大女優。真面目に聞いて、本当にもう無理なんだって。はあ？俺に恥かかせるなよ。親戚たちもお前の働きが悪いって言ってるじゃねえか。どういうこと？今親族のグループラインで連絡取ったんだよ。俺に愚痴ってる場合じゃないだろ。さっさと持ち場に戻れ。本当にそんなこと言ってるの？みんなマミを連れた私に優しくしてくれたよ。俺の親族だけあってみんな情に熱いからな。中卒レベルに合わせてくれてるんだよ。嘘。俺の親族がわざわざ俺に嘘つくかよ。疑うならスクショ送るか。お前が傷つくだけだけど。いい、見たくない。あっそ、ほんと熱くらいで弱音吐きやがって。中卒で空気も読めない一家の始め。そんな言い方もう耐えられない。私帰るから。負け犬が勝手にしろ。仕事を放棄して後でどうなっても知らないぞ。翌日。おい落ちこぼれ、今から帰るから昼食の準備しとけよ。やっと連絡来た。そんなことより今どこにいるの？仕事って言っただろ。会社近くのビジネスホテルだよ。お母さん大激怒してるよ。ママが怒るのも仕方ない。働きの悪い中卒の上にお前が勝手に帰ったんだからな。いやいや、私じゃなくてあんたにね。は？俺が何したって言うんだよ。お母さんから伝言預かってるの。親子の縁を切ります。二度と連絡するな。だって。ママなんで？それ本気で言ってるの？自分が一番よく分かってるでしょ。昨日みんなから散々着信入ってたの気づかなかった？あー、ブーブーうるさくて仕事に集中できないから欠席連絡だけ入れて電源切ってた。仕事ね。なんで着信いっぱい入ってたと思う？え、俺が人気者だから？そんなわけないでしょ。いくら賢い俺でもちょっと思いつかないわ。じゃあ教えてあげる。私が倒れて入院になったからだよ。お前さ、俺を動揺させて気を引きたいのか？もしかして嘘だと思ってるの？ママが最愛の息子である俺に激怒するはずないだろ。そこまでママを盲信してるの逆に尊敬するわ。俺とママの絆をなめるなよ。5歳の時にパパが天国に旅立ってからずっと2人でやってきたんだ。へえ、素敵ですね。お母さんはもう顔も見たくないって言ってるけど。おい、デタラメばっか言ってると、いくら心の広い俺でもさすがに怒るぞ。どうぞどうぞ。なんだよその余裕は。俺がいないと生活できないやつはもっと塩らしくしてろ。はいはい、言っておくけどこの LINE お母さんも全部見てるからね。苦し紛れの捨て台詞か。あて、ちょっと待て、今ママからいい加減にしろって LINE が。だからさっきから一緒にいるって言ってるでしょ。昨日家を出た後すぐ倒れて大変だったようで。お母さんが私を心配して追いかけてきてくれて、倒れ込んでた私を病院に運んでくれたの。いやさすがママ。あー、俺は仕事だったから仕方ないな。本当に仕事ならね。まさか何か知ってます？太一、もしかしてお母さんが自分の会社の社長だってこと忘れてない？忘れるわけないだろ。ママがこの俺を疑うわけない。呆れた。この状況でまだそんなこと言ってるの？だって俺とママは相思相愛だから。気持ち悪い。失礼な。あんたに無理やり連れて行かれたせいで私倒れたんだよ。だから？お母さん怒って太一がちゃんと出勤してるか調べてくれたの。仕事って嘘ついてすみませんでした。それでいっぱいフィーバーしたのかな。
お母さんの家に行く途中で親戚の方が見てたんだって。太一がパチンコ店に入っていくところ。ああ。それからお母さんが出勤について調べてる間に社員さんからすごく興味深い話を聞いたらしい。もしかしてあれのことかな。察しがいいじゃない。で、会社のお金いくら使ったの。やっぱり、いや、ちょっとだけです。ああ、さすが経理課長、1000万円がちょっとなんだ。これまでうまいことやってたのに。ママが代わりに払ってくれないかな。36歳にもなってママに甘えるな。そもそもそんな大金何に使ってたの。ギャンブルが楽しくてつい。はあ、それで借金の明細が家にたくさんあったんだね。隠してたのになんで。私は入院になっちゃったからお母さんに頼んでうちを探してもらったの。隠し場所ピンときたみたい。ママ、俺のこと分かりすぎてる。それに前社長であるお父さんの遺産を全部使ってたことも分かってるから。お母さんすごくショック受けてたよ。一緒に置いてた秘密の通帳とかも全部見ちゃったんだ。お母さんと鉢合わせして探し物の邪魔されると困るから、昨日お泊まりしてくれて助かったわ。ありがとうね。くそ、ママは俺の味方じゃなかったのかよ。ここまでやっといてよくそんなこと言えるね。だってママが愛する俺を見捨てるわけない。お前がそそのかしたんだろ。お母さんに聞いてた給料の割に家に入れるお金が少ないから絶対他のことに使ってると思った。横領までしてるなんて思わなかったけど、家族を犠牲にしてギャンブルなんて一度頭の中選択したら。次のパチンコは絶対に勝つから大丈夫。これでお前も飯は食べれるだろ。化粧品とかは無理だけど。ふざけるな。世の中そんなに甘くないし、そもそも次なんてないから。離婚しましょう。親戚の方々もみんな激怒してるから謝罪頑張ってね。やだやだやだ。いい年してみっともないよ。許してくれよ。やっぱりこれからは好きなものも買ってやるからさ。借金まみれで何言ってるの。欲しいものは自分で買うから結構です。え、どうやって。ゆいの貯金なら全部使っちゃったけど。100万円全部パチンコでそんなに。実は競輪のミッドナイトレースにも参加しまして、あとはオンラインカジノも少々。どれだけかければ気が済むの。私がコツコツ貯めてきたお金がそんなくだらないことに使われるなんて。俺の唯一の息抜きだったんだよ。話にならない。もう絶対に無理だから、早く離婚届を書いておいてね。ゆい、よく考えてみろ。貯金もないのにマミを路頭に迷わせる気か。今さら父親面しないでよ。育児にも全く参加してこなかったくせに。いや、それは忙しかったから。家庭も顧みずギャンブルにね。心配しないで、私ブログが大バズりして近々大金をいただける予定だから。え？隙間時間にスマホで投稿してたの。それにお母さんのご好意で必要な時は系列の飲食店に高待遇で戻れることになってるから。え？ブログで一攫千金とかすげえじゃん。俺もスマホでの息抜きは大事だと思ってたんだよ。主人の相手しろとか言ってたの誰。そうだっけ。で、どのくらいもらえるんだ。これでまた贅沢できるわ。はあ、借金横領男がどの口で。ほんと空気も読めない一家の恥ってお母さんが言ってるよ。そんな、本当に反省してます。よろして。人のお金使って夜通しギャンブルやってたやつなんて土下座しても許すわけないでしょ。ゆい様、お願いです。ママからさっきブロックされて連絡がつかなくなりました。そこにいるんですよね。中を取り持ってください。二人の絆はどうしたの。こんなはずじゃ。お母さんからの最後の伝言、二度と家の敷居をまたぐな、だって。ママ、嘘って言ってよ。
人で借金返済できるといいね。バイバーイ。やだ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 、待ってくれ。後日談。常習性や高額なことが決め手となり、太一は横領で逮捕、懲役3年の実刑が確定しました。もちろん会社は解雇、外面だけは良かったようですが、本性に気づいてる人も多く、管理職がいなくなったのに喜ばれているとかいないとか。義母は絶縁状を作成し、親子の縁を切るそうです。太一に遺産が入らないよう相続排除の手続きも進めると聞きました。最愛のママや親戚からも見放され、出所後も借金を抱えて頼る人のいない人生って、想像しただけで哀れですね。お母さんには刑務所の太一から頻繁に分厚い手紙が届くのだとか。最初の一通を開封し、刑務所での悲惨な生活に最初は少しだけ同情したようですが、文末に書かれた寂しい、会いたい、大好きの3コンボを食らってからはすぐに見るのをやめて、今はゴミ箱直行だそうです。私の離婚はすぐに成立、刑務所から出たら慰謝料と使われた貯金を合わせた400万円に家や家財の財産分与、養育費4万円も毎月請求するつもりです。ギャンブルなどやっている暇もないくらい働いてもらいます。私のブログは好調で収入も安定、義母のサポートを受けながらマミと2人で幸せな暮らしを満喫しています。初めてお姉ちゃん家に行ったけど、臭いしセンス悪いし、なんか微妙だね。はあ？あんなしょぼい家建てるのに高額なローン組むわけでしょ？まだマンションの方がマシ。気分悪いんだけど、小さいなりに思い入れがあるの。へえ、愛する旦那に可愛い娘、そして念願のマイホームか。ありきたりな幸せって感じね。愛花さ、一体何しに来たわけ？そりゃお姉ちゃんに会いに行ったに決まってんじゃん。正直うちらって仲のいい姉妹ってわけじゃないよね。大人なんだから過去のことは水に流してあげようと思って。それ言えるの私だけよね。私の服を勝手に着ていって破いて帰ってきたり、財布からお小遣い抜いたり、そういうの全部我慢してきたんだけど。相変わらず細かいね。そんなんだと旦那さんに捨てられるよ。ご心配なく、うちはうまくいってるので。そうかな、あの旦那さん顔だけは無駄にいいし、浮気してそう。あの人に限ってありえない。娘のことも私のことも大事にしてくれてるから。外でやましいことしてるやつに限って家の中じゃいい顔するもんだよ。まるでうちの不幸を願ってるみたいだけど。そうじゃないって、心配してんじゃん。あなたに心配されなくても幸せにやってるから。娘ちゃんの名前なんだっけ？ゆうなね。あの子5歳だよね。ずいぶん小さくなかった？栄養とか足りてないんじゃないの？特別大きいわけじゃないけど、標準以内だし余計な心配しないで。こう言っちゃなんだけど、5歳にしちゃ可愛げないよね。なんてこと言うの？なんか大人びてるっていうか、子供らしさがないって感じ。女の子だからじゃないかな。私たちの前では子供らしいけど、頭はかなりいい方だと思う。げー、自慢かよ。ま、とりあえずお姉ちゃんの生存確認と生活スペックの確認ができてよかった。何それ。また気が向いたら行くわ。文句しか言わないなら来なくていいから。翌日。ママ、何時に帰ってくる？遅くなってごめん。ご飯作ってあるからパパにチンしてもらってね。もうすぐ帰るよ。パパ、お部屋から出てこないの。電話してる。お仕事の電話かな。ママが LINE してみるから待っててね。昨日ママの妹が来たよね。初めて会ったけど。ああ、びっくりさせてごめんね。今まで会わせるタイミングなくて。そうじゃないの。何？愛花ちゃんって大人だよね。そうね、29歳だし立派な大人よ。そうよね。何を言いたいことがあるなら言って。この前ゆうなが幼稚園休んだでしょ。お腹痛くなった時だよね。
ママお仕事休めなかったけどパパが家にいてくれたでしょ。その時に愛華ちゃんがお家に来たの。え、本当？うん。なんで言わなかったんだろう。家に来て何してたの？お風呂入ってた。は？愛華ちゃんって一人でお風呂に入れないの？どういう意味？私だって一人でお風呂入れるようになったのに、パパに洗ってって言ってたんだよ。え？あの人大人なのに、パパにお風呂入れてもらってたの。パパも全部洗ってあげるねとか言ってた。詳しく聞かせてくれる？私、2階で寝てたんだけど、お水飲みたくて下に降りたの。うん。そしたらお風呂で誰か喋ってて、見たらパパと愛華ちゃんがいた。2人で？うん。ユーナが見てることには気づいてなかった。どうしてすぐにママに言わなかったの？だってパパが浮気したってことでしょ。ユーナ、なんでそんな言葉知ってるの？エミちゃんパパが浮気して離婚したって言ってた。みんなそれくらい知ってるよ。そうなんだ。パパが浮気して離婚したらいなくなっちゃうんでしょ。エミちゃんもママと2人で暮らしてるもん。そっか。でも昨日ママの妹だって言われて、それはなんかおかしいなって思ったの。そうだね、ママもおかしいと思う。エミちゃんにパパとさよならするの寂しくないのって聞いた。そうなんだ、なんて言ってた？寂しいけどママを泣かせるから嫌いになったって。しっかりしてるね。私の好きな男の子知ってる？リクくんだよね。リクくんが他の女の子にも好き好きって言ってたら許せないでしょってエミちゃんに言われたの。5歳にしてすごい理解力。それでママの気持ちがすごくわかった。ありがとう。パパにママの思いが届いてないのは悲しい。ユーナはママの味方だよ。嘘つかないし、ずっと一緒にいる。ありがとう。そう言ってくれるだけでママ嬉しい。だからね、離婚してもいいよ。そんなに簡単な話じゃないの。まずはパパとアイカの話を聞かないと。ママとは離婚してこの家を売ってもっとマシな家を買うんだって。そう言ってたの？うん。私この家好きだからすごくショックだった。壁紙の色はユーナが決めたもんね。ママ大丈夫？うん、ママにはユーナという味方がいるからね。ユーナがよしよししてあげる。ありがとね、大好きだよ。私もママ大好き。パパのことは大嫌い。パパはユーナのことは好きなんだよ。あなたは愛されてるの。でも私の好きなママを泣かせる人は嫌い。ママ勇気が出てきた。ユーナが味方なら頑張れそうな気がする。パパに負けないでね。うん、もうすぐ帰るからね。あと30分待ってて。お仕事は？今すぐユーナに会いたいの。気をつけてね。パパはまだ電話してるよ。わかった、すぐ帰るね。数日後。今度の日曜また遊びに行っちゃおっかな。何しに来るの？そりゃお姉ちゃんと可愛い姪っ子に会いたいからに決まってるじゃん。夫に会いたいだけでしょ。はあ？別に旦那さんなんて興味ないけど。よく言うわ、一緒にお風呂に入る仲なのに。え？娘が見たのよ、あんたら二人が仲良くお風呂に入ってるところ。ああ、あれか。確か雨に降られてたまたま近くを通りかかってお風呂借りたんだったわ。いい年して一人で体を洗うこともできないの？いやいや、なんかシャワーの使い方がわからなくて教えてもらっただけだよ。言い訳が忙しいわね。あ、いや本当だってば。娘が見たって言ったでしょ。気のせいじゃないかな。可愛い娘になんて汚いものを見せてくれたの。ちょっと待ってよ、血のつながった妹より5歳児の言うことを信じるわけ？
娘との方が血のつながりは濃いんだけど。でもまだ何もわからないようなガキンチョじゃない。ユーナはとても頭のいい子よ。理解力があって、状況や感情をちゃんと言葉にできる賢い子なの。私がお姉ちゃんを裏切るわけないでしょ。考えればわかる話じゃん。昔から愛花が私に対してライバル心を抱いてたことくらい知ってたよ。そんなことないって。私自身特別秀でてるわけじゃないけれど、あなたは常にその少し下だった。確かに悔しかったけど、別に勝とうなんて思ってないし。私お母さんから聞いて知ってたの。あなたが私の夫よりも高級取りで背が高くて顔がいい人を探して結婚しようとしてたこと。あのババア。そんなんじゃなくて、普通に自分が好きになった人と結婚するのが一番なのにねってお母さん言ってたよ。あっそ。でも見つからなかったんだね。それで私の夫を奪うという計画に変更したってわけか。だったら何よ。それだけはやめてほしかった。これでうちの家族は壊れてしまったの。ユーナだって気丈に振る舞ってるけど、きっとショックを受けてるはず。どうする気？慰謝料でも請求する？そうね、心の整理をするためにはそうした方がいいかも。バッカじゃないの。5歳児の一緒にお風呂に入ってたって証言で慰謝料請求なんかできると思ってるわけ？ううん、だから探偵をつけたの。数日あれば十分だったわ。あなたたちってしょっちゅう会うほど仲がいいんだもの。え？頻繁にホテル使ってるけど金銭的に大丈夫？うちの夫はお小遣い3万でカードは持たせてないから、そんな余裕ないと思うんだけど。別にそれくらい私が出すけど。そういう風にガチガチに縛るから浮気したくなるんじゃないの？理由があるのよ。あの人昔ギャンブルとアルコールの依存症でね。え？その治療を支えて克服させたのが私。苦しんでる彼をほっとけなかったのよね。今になってみればあの時見捨てればよかったって笑っちゃうけどさ。そんな過去一言も。汚点だと思ってるのよ。欲望を満たすだけの相手には深い話をする必要もないでしょうし。は？私たちは結婚するのよ。そうなの？今当事者である夫が私の目の前で土下座してるけど。なんで？証拠を突きつけて離婚を切り出したら大声で泣き始めちゃって。ありえない。さっさと離婚して私と一緒になればいいだけでしょ。なんですがりついてんの？私と娘のことを愛してるんだって。違う、一番は私だって言ってたもん。じゃあこの土下座は何なのかしら。早く彼を解放してよ。私は一刻も早く出て行ってほしいんだけど。しつこいの。逆に引き取りに来てくれない？なんでお姉ちゃんなんかに執着すんの？あなたは分かってない。男の浮気っていうのはね、その字の通り本当に心が、というか下半身が浮ついただけなの。妻や娘への愛情が本物だとしても、浮気するときには都合よくその感情を隠し通せるのよ。だから浮気相手なのに私が一番だなんて勘違いするかわいそうな女が生まれちゃうのね。何よその余裕は。別に粗大ゴミを所有しててドヤ顔する人なんて見たことないでしょ。なんてひどいこと言うの。まだ自分の旦那なのよ。その夫に裏切られたんだけど、このくらいの暴言も許されないかな。それはそうだけど。残念だけどあんたの目的は達成できそうにないわ。なんで？あんたとは再婚しないって言ってる。本当に？許してもらえるまで罪を償うんだって。いつかまた娘に会えるように誰とも付き合わず再婚もせず誠意を見せるから自分の今後を見ててほしいって言ってるのよ。全く信じてないけど。何よそれ。もっと陰でコソコソしてれば私や娘に気づかれることもなかったのに。うちに来たりマウント取ろうとしたりするからバレちゃうのよ。勝てるって思ったら直接お姉ちゃんの顔を見てやりたくなったの。それがあの突然の訪問の動機だったわけね。幸せそうにお茶なんか出しちゃってさ、
そのポットも食器もいずれ私が捨ててやるって思いながら見てたら、それだけで優越感に浸れた。やっとこいつに勝てるってそう思えたの。私さ、あんたと戦う気も争う気もないの。勝手に勝ったとか負けたとかやめてくれる？悔しい。なんでこうなるの？わからないの？全然わかんない。教えて。同じ土俵にいないってこと。ムカつく。後日だ。夫とは離婚が成立しましたが、本当に愛花を選ぶことはありませんでした。夫は慰謝料として200万、私と娘が引き続き住む家のローンと養育費も払うことになりました。縁起の悪いバスルームの改装費用も請求します。今は一人で小さなアパートを借りて住んでいるようですが、それすらアピールに見えて仕方ありません。だってパチンコ屋に入っていくあいつを見かけたので。再発しちゃったみたいですね。諦めきれない愛花は、引っ越し先の住所を教えろと我が家に何度も押しかけて警察沙汰になったにもかかわらず、その後元夫の職場に突撃して大暴れした結果お縄となりました。妹への慰謝料請求は100万でしたが、金なんてあるかとブチギレられたので、子供の頃から貯めていた通帳を母が預かっていたようで全部くれました。98万くらいだったけど、2万くらいはおまけしてあげよっかな。私って優しい姉ですよね。娘は私には言わないけど、優しかったパパを失って傷ついてると思います。会うのを制限するのは最初の数ヶ月だけ。あとは2人が会いたい時に会えばいい。私はそう思ってます。軽く飲んでくから帰りは遅くなる。また？仕事の疲れは酒で発散しねえとな。ユイも生まれたばかりだし、なるべく家にいてほしいんだけど。俺にガキの世話しろって言ってんの？それは嫁であるお前の仕事だろ。そうじゃなくて、もっとユイのそばにいてあげてほしいって話。意味がわからん。俺がいるかいないかで何か変わるか？あなたは父親でしょ。自分の娘に関心はないの？もうちょい成長したらな。え？赤ん坊なんてただ食ってクソするだけの小動物と一緒だろ。関心なんか持てねえ。ひどい。パパ大好きとか言うようになったら可愛がってやるよ。それまでは完全に私に任せっきりってわけ。何度も言わすな。それがお前の仕事だ。いつ泣き出すかもわからないから、ろくに睡眠も取れてないのに。うるせえな。仕事終わりの夫に愚痴なんかこぼしてんじゃねえ。なんかあなた、ユイが生まれてから変わったよね。は？前は飲みに行くこともなかったし、私にも気を使ってくれてたと思うんだけど。お前は生粋のアホか。どうして？俺たちは恋人から夫婦になり、そして人の親になったんだ。変化するのは当然だろう。むしろ変わっていかなきゃいけない。なんかかっこいい感じに言ってるけど、私は悪い意味で変わったねって言ってるの。出世が近いんだ。急に何の話？俺を主任に昇格させるという話が上層部の間で出たり出なかったりしてるらしい。どっちよ。それに今は家族の話をしてるんだけど。ケツが痛い。はあ？字かもしれん。きっと仕事のストレスだ。それはもう病院に行ってとしか。わからないか。俺がキャバクラで飲むのはストレスを軽減させるためなんだ。いわば心の残業だよ。ちょっと待って、キャバクラって何？え？飲んでくって居酒屋とかバーじゃなくて。そんなとこで一人飲みしてすっきりすると思うか？でも家族をないがしろにしてそういうところへ行くっていうのは。とりあえず帰りは遅くなる。
飲んだ後は腹減るから、なんか飯作っとけ。それならカレーがあるけど。お、いいじゃん。テルコさんにいただいたの、少し作りすぎちゃったからって。テルコ？それって確か、近所に住んでる一人暮らしのババアだっけ。お年寄りって言って。もう旦那さんは先立ってて、お子さんも独り立ちしてるらしいわ。そういうのと絡むと、いろいろめんどくせえぞ。大丈夫よ、優しそうな方だし。そのカレーに、ババアのエキスとか入ってねえだろうな。何よそれ。食べたけど、ちゃんと美味しかったわ。まあいいや。そろそろ店に着くし、寒いから LINE もしんどい。そんじゃな。あ、飲みすぎには注意してよね。数時間後。何するのよ、すぐ玄関を開けて。俺がいる時にガキのおむつ替えるな。臭いから明日まで外にいろ。冗談はやめて、今は真冬だって分かってる？雪の中反省したら俺に迷惑かけないようになるだろう。酔っ払って帰ってきたと思ったら急にこんなことするなんて。今日は久々にいい気分だったんだ。綺麗なお姉ちゃんと飲んでな。でもお前のせいで全て台無し。私はユイをあやしてただけじゃない。そもそも家で飲み直そうと思ったのに起きてんじゃねえよ。しょうがないじゃない、夜泣きが始まっちゃったんだから。挙句の果てに目の前でおむつ替えるとか喧嘩売ってんの。クソの匂いを魚に酒を飲めってか。そもそも飲みすぎなのよ。こんな時間に帰ってきてまた飲むなんて。しかも飯がカレーとかどんだけだよ。そんなに俺にクソを連想させたいか。なら食べなくていい。とにかくここを開けて。だからダメだって。明日の朝まで反省しろ。やだ、ユイの体が冷たくなってる。まあ安心しろよ。明日の朝までって言ってもせいぜい 2,3 時間だ。もういい加減にして。このままじゃ私もユイも命の危険があるかもしれない。そんなに入れてほしいか。当たり前でしょ。じゃあ反省の意を示せ。わかった。はいどうぞ。今日はせっかくいい気分で帰ってきたのに不快にさせてごめんなさい。もう二度とこんなことないように気をつける。本当だな。うん。しゃあねえな、開けてやる。ほら。え、開いてないけど。あ、間違えた。これ玄関じゃなくてトイレのドアだった。ふざけないで。なんだその態度。やっぱりお前反省してねえな。そんなことない。どうせさっきのも口先だけの反省だろ。バレバレなんだよ。本当にこのまま入れてくれないつもり？ああ、朝までな。それならいい。警察に通報する。はあ？だってこのままじゃ二人とも本当に死んじゃうかもしれない。めんどくせえからやめろ。私は本気よ。わかったわかった、開けてやるよ。早くして。おお。10秒経ったら本当に通報するから。ちゃんと開けるって。ただし勘違いするな。え？俺が玄関を開けるのはお前のスマホを取り上げるためだ、バーカ。翌日。これどういう状況？ようやく目が覚めた。ここって病院だよな。なんで俺がベッドの上に。まず昨日のことはどこまで覚えてる？確かお前とユイを外に追い出して、それから一人で飲んでた。そうね。
ご丁寧に私からスマホまで取り上げて、本当に死ぬかと思ったわ。その後は、ダメだ。よく思い出せねえ。なら私の話からさせてもらう。あなたに追い出された後、私はどうしたらいいかわからなくて呆然としてた。でも、このままじゃ本当に危ないと思って助けを求めに行ったの。は？警察にか？いいえ、警察署は遠いし、それまでに倒れたらアウトだと思った。だからテルコさんの家に向かったのよ。例のババアか。深夜だし、迷惑だとは思ったけど、そんなこと言ってられる状況じゃなかった。それでインターホンを何度も鳴らしたら、テルコさんが出てきてくれたの。彼女は心よく私たちをかくまってくれたわ。で、一晩泊めてもらうことになった。テルコさんは怒り心頭だったけど、まずは私たちの健康状態を第一に考えてくれたの。温かいスープまでご馳走になったわ。そんなことは聞いてない。それでどうしたの？朝になってテルコさんと一緒に私の家に向かったの。そしたらベランダに人が倒れてるのが見えた。え？それがあなただった。どうやら気を失ってるようで、体も冷たくなってたわ。そうだ、思い出してきた。確か俺は小便しようと思って庭の窓を開けたんだ。トイレじゃなくて？ちょっと外の空気を吸いたかったんだよ。それでしようと思ったら急に右の脇腹が痛くなって、それで。相当飲んでたみたいだし、そこで気を失ったってわけか。で、俺はどうなったんだ？私が救急車を呼んだ。テルコさんはこのまま放っておけば死ぬんじゃないって言ってたけど。何言ってんだそのババア。それがちょうど3時間前くらいの話。そういうことかよ。ちなみにあなたの容態についてなんだけど、私が代わりに話を聞いておいた。医者はなんて？気を失った原因はアルコールの過剰摂取によるものだろうって。それともう一つ、肝臓に重病の可能性があると。は？肝硬変って聞いたことある？まあなんとなくは。その可能性が高いって。あなたここのところアホみたいにお酒飲んでたもんね。肝硬変って確かヤバい病気だよな。そうね、場合によっては命の危険もあるらしい。嘘だろう。何か治療方法はないのか？まだそうと決まったわけじゃない。でももしそうなら移植手術をするのが確実だって。そんなのどうなのか見つかるのか？確かあなたの血液型は O 型だっけ？ああ。なら O 型の人に提供してもらわないと。家族にいる？いや、いない。知り合いには？そりゃ探せばいるだろうけど、肝臓を提供してくれなんて言ったところで誰がくれる？そうね、よほどの仲じゃないと。そんなやついないって。ちょっと待て、確かお前 O 型じゃなかったか？そうだけど。だったら早く言えよ。お前が提供すれば済む話じゃねえか。ったく焦らせやがって。なんだよ。もし手術が必要になっても私があなたを助けることはないかな？はあ？離婚させてもらう。こんな時に何言ってんだよ。冗談なら後にしろ。私は本気。あなたに家を追い出されてからずっと考えてた。このまま一緒にいたら私もユイもいつか殺されるんじゃないかって。確かに昨日はちょっとやりすぎた。本当はすぐ入れてやるつもりだったんだよ。もしテルコさんがいなかったら私とユイは今頃あの世に行ってたかもしれない。
自分が何をしたか本当に分かってるの？悪かった。おむつの匂いがどうしてもきつかったんだ。子供に排泄するなと。そうは言ってない。ユイが生まれてからあなたは変わったよね。そんなに自分の娘のことが愛せない？だってしょうがねえだろ。夜泣きはうるせえし、おむつはくせえし、こんなに厄介な生き物だとは思わなかったんだ。こっちは給料も減ってイライラしてるってのに。え？何それ？あ、出世が近いとか言ってなかったっけ？いや、実は最近上司に暴言を吐いちまって減給処分を食らったんだ。何してんのよ。説教がだらだら長いからもういいだろハゲって言っただけだよ。なのに減給って。アホすぎる。じゃあそのイライラを私たちにぶつけてたってわけ？まあ、根っからのクズなのね。やっぱりあなたとの離婚は確実だわ。そんな。臓器だってもちろん提供しない。それと被害届も出す。何？あなたが私たちにしたことは暴行罪と保護責任者遺棄罪にあたる。 LINE の履歴も残ってるし、テルコさんも証言してくれるって言ってるわ。ちょっと待てよ。そしたら俺は減給どころか解雇処分になっちまう。これからは塀の向こうでお仕事するのね。出所したらユイの養育費も忘れずに。なあ頼むよ、許してくれ。やだ、俺は病気なんだぞ。まだ肝硬変と決まったわけじゃないし、刑務所の中でも治療は受けられるから。お前が俺を許してくれれば全て解決なんだよ。これからは家族のために身を粉にして働く。だからどうか。私はもうあなたの顔を見ずに生きていきたい。そしてユイにも二度と会わせたくないわ。そんな。まだ何か言いたいことはある？俺はお前を愛してる。は？どれくらい愛してるかっていうと、さようならクズ。いや聞けよ。後日談。改めて検査をした結果、ケンジは軽度の肝硬変と診断されました。彼は暴行罪と保護責任者遺棄罪によって実刑3年の判決を受けたため、しばらくは刑務作業をこなしながら治療を受けるとのことです。どうかユイの養育費を支払い終わるまでは病魔に負けず頑張ってほしいものですね。その後はどうでもいいですが、私はユイを連れて実家へ戻り、両親に助けてもらいながら子育てを続けています。命の恩人であるテルコさんとは今でもたまに連絡を取り、互いの近況報告なんかをしています。お前とは離婚する。10年連れ添ったがいろいろと限界なんだ。いきなり何？意味がわからないんだけど。最近ババくせんだよ。一緒にいて吐き気がする。はぁ？シワもシミも増えたし、最近太っただろ。完全におばさんじゃん。確かにもう40歳だし、見た目は変わったけど、あなただって人のことは言えないでしょ。俺はいつも実年齢より下に見られるからお前とは違う。こんな若々しい俺にババアはふさわしくない。でもそれだけを理由に急に離婚だなんておかしいわよ。別れるきっかけなんて人それぞれだろ。いや、見た目を理由にするのは珍しいって。アイナちゃんは34歳でも美意識高くて可愛いのにな。姉妹でこんなにも違うなんてな。なんでいきなり妹の話が出てくるのよ。今は関係ないでしょ。俺たち付き合ってるんだ。はぁ？去年街でたまたま会って、それから仲良くしてたな。それ浮気じゃない。言っておくが、アイナちゃんとは遊びで付き合ってるわけじゃない。お前と離婚したらちゃんと再婚もする予定だしな。何それ。あ、引っ越しのトラック来た。まさか家も出ていくつもり？
当たり前だろ。マンションはお前の名義だし、離婚後も住み続ける理由がない。勝手すぎる。何を言われても俺は動じないから。今から大事な商談があるから、それが終わったらすぐに家に帰る。それまでは待ってて。無理言うな。少しでもスケジュールが狂えば業者に迷惑がかかるだろうが。話し合いもろくにできずに出ていくなんてあんまりよ。うるせえ。離婚届はリビングに置いておく。ちゃんと記入して役所に出しとけよ。じゃあな。まだ話は終わってないってば。その後何度も LINE や電話をかけてみましたが、リュウジからの返事は来ず、私は仕事を早々と終わらせ自宅に帰ったのですが、家はもぬけの殻。結婚して10年、夫は少し自由奔放な性格ではありましたが、それなりに楽しく暮らせていたと思っていたのに、夫のひどい行動に私の心は完全に折れてしまい、結局テーブルに置かれた離婚届にサインをして、次の日には役所に提出しました。月日が経てばこの苦しみから解放されるかなと思っていたのですが、そう簡単に地獄からは抜け出せなかったのです。3年後。昨日はお前の親父の葬式だったんだっけ？ご愁傷様。その関係でいろいろと手続きもあって忙しいの。今だって役所にいるし。長女は何かと大変だな。まあ頑張れよ。さっきから何なの？慰謝料もろくに払わずに、電話も LINE も無視して3年も逃げ回ってたくせに。アイナちゃんとの新婚生活を満喫するのに忙しくてな。あ、今からでも結婚の祝い金は全然受け付けてるぜ。そんなもの渡さないわよ。このタイミングでそっちから連絡してくるなんて一体何が目的？まあそんな怒るなって。俺はお前の妹に乗り換えたけど、嫁の仕事をさせてやろうと思ってな。は？私たちは赤の他人になったはずよ。でもうちに嫁いだ事実は変わらないだろ。ってことで認知症のママの介護はよろしくな。お母さんの？実は最近体調が良くなくて精密検査を受けたらしいんだよ。そしたら軽度認知障害って診断されたらしくてな。最後にお会いした時はあんなに元気だったのに。迷惑かけたくないから施設に入るって言い出したんだが、入居しようとしてた老人ホームがすげえ高級なところでさ。お金がないってこと？金もママが何とかするって言ってたんだけど、絶対に親父の遺産を使う気だよ。それだけは阻止したい。なんでよ。お母さんが相続したものなら好きに使っていいじゃない。親父は投資家で超がつくほど稼ぎまくってたんだ。自宅でできる仕事ってお父さんは言ってたけど、投資家だったのね。でもお母さんのために使うなら問題ない気がするけど。もしこの遺産を入居費用に使われたら、ママがあの世に行った時俺が相続する額が少なくなるだろ。だから使わせたくないんだよ。自分のことしか考えてないのね。だが俺もアイナちゃんも老人介護なんてごめんだ。そこでお前に白羽の矢が立ったってわけだ。勝手なこと言わないで。お母さんだってこんなの納得するわけないわ。ママはもうお前の家の前で大荷物抱えて待ってるけど。え？サナエがママのお世話をぜひやりたいって志願してきたって伝えたら大喜びしてさ、さっき送り届けてやったんだよ。私そんなこと言ってないけど。でも離婚前はママと超仲良かっただろ。定期的に買い物とかにも2人で行ってたくらいだし。確かにお母さんのことは私も好きよ。でもだからって介護は。軽度だし受け答えもまだできるから、お前ならなんとかなるって。ただでさえお父さんのことで落ち込んでるっていうのにあんまりよ。どこまで私を苦しめたら気が済むっていうの？何悲劇のヒロインぶってんだ。親父さんから多額の遺産を相続しといて内心ウハウハなくせに。なんでそのことを知ってんの？アイナちゃんから聞いたんだ。お母さんは早くに亡くなったんだろ。で男で一つで育てながら娘たちのためにとコツコツ貯金をしてたって。そうだけど。で貯まった額は2000万。アイナちゃんの話だと全額お前がもらうんだろ。そうよ。生前弁護士さんに頼んで遺言書を作成してたらしくてね。昨日その弁護士から連絡があって、アイナちゃんが1円も相続できないって聞かされてさ。親父さんもひどい人だな。あなたと浮気したことお父さんもカンカンに怒ってたの。それも相続させない理由の一つとも書いてあったわ。
まあそんなことどうでもいい。それ俺たちがもらうから。え？実は今アイナちゃんが実家に帰っててな、遺産を強奪するために物色中なんだよ。はあ？そんな驚くことないだろ。アイナちゃんは合鍵だって持ってるんだから。だとしても葬儀にすら来なかったくせに遺産を盗もうとするなんてどういうつもりなの？あ、愛しのアイナちゃんから LINE が来た。2000万ゲットしたってさ。そんなまさか。親父さんの書斎にある押し入れの奥に金庫があったらしい。その中に現金2000万が入ってたんだってさ。どうやって開けたの？暗証番号は遺言書にしか書いてないはずだけど。金庫の裏面にメモが貼ってたって。俺がいなくなったら銀行からお金を引き出すのは何かと苦労するだろう。この中に現金を入れておくって内容とご丁寧に暗証番号も書かれてたわ。金庫の裏は確認してなかった。親父さんもアホだな。心配性な性格だったのよ。そんな言い方しないで。まあそんなことどうでもいい。これで当分は遊んで暮らせるな。やめて。これ以上家を荒らすなら警察を呼ぶわよ。アイナちゃんは実の家族だし、家族間でのトラブルはよっぽどのことがない限り動いちゃくれねえや。今すぐ実家に向かうから、アイナもあんたも許さない。恨むのは勝手にどうぞ。それじゃ俺たちはこの金でたっぷり贅沢させてもらうぜ。数日後、ママの具合はどう？そろそろお迎えは近そうか？縁起でもないこと。俺は一人っ子なんだぞ。ママがあの世に行ったら多額の遺産は俺のものだ。待ち望んで何が悪い？だからって育ててもらった恩はないわけ？親の不幸を楽しみにしてるなんて信じられない。まあ多少は感謝してるけど、結局は稼ぎ頭の親父がいてくれたから今の俺がいるわけだし、ボケた老いぼれには何の未練もないな。最低。はいはい、負け犬の遠吠えを打つ。それじゃあ引き続き俺の遺産相続のためにもママの世話を頼んだぜ。わかった、お母さんのことは任せて。ずいぶん素直だな。来月からは希望してた施設で暮らしてもらう予定だけど、完治する可能性もあるし、なんとかなりそうだからね。え？まあでも通院は必須だから、それはきちんと私がやるわ。お母さんにはいろいろとお世話にもなったし。何言ってんだ、認知症は完治することのない病気だろ。お母さんの場合は軽度認知障害だから、物忘れが多くなる程度で、日常生活にはほとんど影響が出ないものなの。だからそれは認知症の初期症状みたいなもんだろうが。この状態なら認知症とは診断できない状態なのよ。え？だからこの程度なら適切な治療や予防をすれば回復する可能性は十分にあるってことよ。嘘だろ。昨日定期検診にも同行してお医者さんの話を聞いたけど、お母さんの場合は超早期発見だったから回復する可能性は高いそうよ。ならなんで施設に入れたんだよ。さっきの口ぶりなら、ママが入居しようとしてた高級老人ホームに行く気だろ。もともとお母さんは私にお世話をしてもらうなんて1ミリも思ってなかったそうよ。え？サナエが世話をするってあなたに言われた時、何か裏があると思ったみたいで、それを探るためにあえて騙されたふりをしてうちに来たって言っていたわ。嘘だろ。そしたら案の定、私の話とあなたから聞いてた話と違ってびっくりしてたわよ。完全にボケてるだろうから、サナエから何を聞いても問題ないと思ってたのに。まだまだお母さんは元気だけど、78歳で何かと一人暮らしは不安も大きいし、それであなたの意見は無視して施設の入居の手続きをしたってわけ。入居にかかる費用は親父のお金を使うんだろ。またその話か。今はママの金かもしれないが、あの世に行ったら次は俺が相続する金だ。無駄遣いするなんて許さないぞ。確かに法的にはそうだけど、今ある貯金は全てお母さんが稼いだものよ。変な冗談はよせ。ママはずっと専業主婦だった。私が聞いた話だと、お母さんが投資家として稼いでて、お父さんは無職だったらしいわよ。え？あなたが生まれた直後に突然仕事を辞めてぐうたらし始めたんですって。だから家でも稼げる仕事として株に挑戦してみたそうよ。そんな話初耳なんだが。子供に変な気苦労させないように自分が働いている姿は一切見せないようにしてたって私はお母さんから聞いたわ。
でも親父に仕事の話を聞いたら、俺は投資家だって言ってたんだぞ。それ嘘だったみたいよ。親のプライド的で、さすがに子供に俺はニートだなんて堂々と言えなかったんでしょうね。じゃあなんで無職の親父と離婚せずにいたんだよ。別れたかったけど、あなたとお父さん性格もそっくりで仲が良かったから、子供のために我慢してたって聞いたわ。まあでも問題はないか。金がママのものであっても相続人は俺だし。私に生前贈与してくれたの。え？3年前離婚の件でかなり怒ってたけど、今回の件で堪忍袋の尾が切れたみたい。俺は実の息子だぞ。それなのに他人のお前を選ぶとか絶対におかしいだろ。それでも母親か？その母親の不幸を待ち望んでたのはどこのどいつよ。それは。それから私から盗んだ遺産、あれもきっちり返してもらうから。それは返済義務ないだろ。どうしてそう思えるのよ。だって持ち出したのは実の妹のアイナちゃんだろ。ネットで調べたんだが、親族相当令って言って刑が免除されるらしい。同居してない家族は対象外。え？この数日間私の方でもいろいろ調べたの。別居している家族なら刑事告訴することは可能みたい。なんだと？盗んだお金を返してくれるなら穏便に済ませてあげてもいいけど。実はアイナちゃんと明日から豪華ヨーロッパ旅行に行く予定で、もうツアー料金を振り込んでてあんまり残ってないというか。知るか。返すつもりがないなら今から警察に電話を。あ、返す！返すからそれだけは勘弁してくれ。それと3年前に裁判で確定した慰謝料、あれもなんやかんやで1円も振り込んでくれてないわね。それは、もう勘弁してくれ。さすがにこのタイミングで請求されるのはきついって。実は前々から慰謝料強制執行の準備をしてたの。何？財産差し押さえの条件も満たしていたし、後日弁護士さんから連絡が行くと思うわ。やめてくれ。あ、逃げても無駄だからね。お母さんからも徹底的にやっちゃっていいって言われてるの。死の果てまで追いかけ回すから覚悟しておきなさい。盗みに関してはアイナちゃんのせいだ。2000万を返してほしいならアイナちゃんに全額請求してくれ。そしたら慰謝料くらいはなんとかする。愛しのとか言ってたくせに、アイナに罪を全てなすりつけるとは。だって実行したのはアイナちゃんだし。でも盗もうってそそのかしたのはあなたなんでしょ。何を根拠に。さっきアイナに同じような内容の LINE を送ったの。そしたら最初に盗みを計画したのはリュウジさんなのって返信が返ってきてね。はあ。ご丁寧に LINE のスクショまで送られてきたわ。マジかよ。実行してなくても窃盗をそそのかすことも罪になるからね。教唆犯って言うんですって。嘘だろ。ってことで2人でしっかり2000万を返してね。それから慰謝料も。こんなことになるなら離婚なんてするんじゃなかった。後日談。その後強制執行を避けたい2人はおとなしく合わせて300万の慰謝料を支払ってくれました。また盗んだ遺産も返金を要求。それも無事一括で振り込まれ一安心。どうやら借金をしたみたいです。弁護士さん曰く、遺産は妹なら遺留分侵害額請求ができるらしいのですが、妹も元夫も知らないようですし、黙っておくことにします。リュウジはもともと働いていたものの生活は苦しいのだとか。またストレスから体調を崩し、最近休職したらしく、毎日生きていくのがやっとな状態らしいです。妹も借金返済のために夜の仕事を始めたそうです。ただ思うようには稼げず、お客さんと男女の仲になるいわゆる色恋営業を始めたらしいのですが、相手がヤクザで既婚者だったため奥さんから訴えられ、さらにとんでもない仕打ちにあったのだと噂で聞きました。辛い経験をしましたが、今後は穏やかに暮らしていきたいと思います。お金貸して500万でいいの。急いでね。はい。ママ友が困ってるのよ。まさか断ったりなんてしないでしょうね。500万なんて主婦にポンと出せる金額じゃないですよ。無理です。友代さん大手企業で働いてるでしょ。いや、だからって簡単に貸せません。それに私は友人間でのお金の貸し借りはしないと決めてるんです。ありえない。え？
ママ友がこんなに困ってお願いしてるっていうのに。一体そんな大金何に必要なんですか？実は私の母が重い病で入院してて、保険適用外の手術を受けないと助からないの。あ、それは大変ですね。何の不運か夫がリストラになって生活が立ち行かないの。それは重なる時って重なりますもんね。はあ？ずいぶん他人事ね。大変なのはわかります。でも私にして差し上げられることはありません。冷たいと言われても仕方ありません。みんなに断られたの。最後の綱は友よさんだけなのよ。誰も500万なんて貸せないと思いますよ。みんなそれぞれの生活で精一杯ですし。だからって見捨てるわけ？どこか他のところから借りるっていうのはできないんですか？銀行とかカードローンとか。私じゃ審査が降りなかったのよ。専業主婦で借りられる額なんてビビたるものなの。そうなんですか。危ないところでは借りたくないし。そうですよね。本当にどうにかならないの？ごめんなさい。うちも夫が自営業で、このままうまくいく保証はないから、いざという時のために取っておかないと。ほら、やっぱり持ってるんじゃん。あるのに貸さないとかただのケチじゃん。人としてどうかと思うよ、マジで。私そこまで言われなくちゃなりませんかね。私なら誰かが困ってたら放っておけないけどね。私にできることならしますよ。お金以外でしたら。お金以外って何よ。もし夜間にお仕事されるなら、お子さん預かったりとか。は？私に夜働けって言ってるの？いや、そうじゃなくて。ありえない。マジでキレた。あなただけよ、そこまで私をバカにしたのは。あ、怒らせてしまったならごめんなさい。でも何かできることはないかと思って。言ったからね。私にできることなら何でもするって。証拠も残ってるからね。はい、できることなら。その言葉忘れるんじゃないわよ。なんで怒られてるんだろう。私は友よ、32歳の主婦です。夫と小学生の息子と3人暮らしです。夫は美容室を経営しており、私は結婚前から勤めている商社で正社員として働いています。共働きで確かに生活に余裕はありますが、夫の仕事がいつどうなるかわからない以上、貯蓄はしっかりしておきたいところ。それにお金の貸し借りで以前トラブルになったことがあり、絶対にしないと私も夫も心に決めているのです。しかし凛香さんは私が悪いかのように言ってきました。それでもしっかり断ったので諦めてくれたと思ったのですが、甘かったようです。この後凛香さんはとんでもない犯罪を犯してしまうのです。こないだ預かるって言ったよね。ああ、お子さんですか？ちょっと夜出かけるから一晩泊めてちょうだい。泊まりですか？そんなに遅くまでお仕事されるんです？そうよ、悪い？いえ、それくらいでよければお手伝いさせていただきますよ。助かるわ。うちの子、国産のものしか食べさせてないから気をつけて。あ、食事もうちで？当たり前でしょ？預かるってそういうことだよね。いや、好みとかアレルギーとか大丈夫かなと思って。そんなもの何でも大丈夫だから。だったら今日はカレーなので一緒に食べさせておきます。カレー？消防夕飯ね。共働きで稼いでるくせにカレー。夫も子供も大好物なんで、それにすぐ作れますし。何時に連れてけばいい？仕事終わって買い物して帰るので6時半とかでお願いします。はあ、遅すぎるんだけど。うちの子は家にいますので2人で遊ばせてても構いませんよ。何されるかわからないから6時半に連れてくわ。わかりました。私もなるべく早く帰りますので。明日もお願いするから。え？私だって仕事なのよ、仕方ないでしょ。確かにそうですけど、お泊まりは最後にしてください。はあ？だってご主人リストラされたって夜はいらっしゃるんでしょ。夫もバイトに出てるの。それくらいもわかんないの？ご主人も夜間ですか？そうよ、工事現場なの。ああ、だったら仕方ないですね。私だってやりたくもない仕事やってんの。協力したって罰当たんないでしょ。わかりました。明日は早めに迎えに行けるわ。ビールとつまみ用意しといて。え？疲れて帰ってくるのをねぎらおうという気持ちはないの？それはちょっと。私も早く休まないと次の日もありますし。何でもいいから適当に用意しといて。いいわね？ちょっと。今週は5日も預かってもらって助かったわ。おかげで仕事がはかどった。
毎日夜遅くに迎えに来て、その後長居されて大声で騒がれて本当に困りました。騒いでないわよ、盛り上がっただけ。もう預かりませんので。はあ？二度と私に頼み事しないでください。何よその態度。自分が一番ご存知なんじゃないですか。どういう意味よ。まあ別にいいわ、そんな言い方されてまで頼もうとは思わないから。それにお金の件は解決したし。そうですか、それは良かったですね。この方法があったかって感じでさ、もっと早く気づけばよかったわ。確かになかなか思いつきませんよね、人の免許証で借金しようなんて。は？毎日うちの家に寄って私をこき使って騒いでたのはそういう魂胆だったんですね。何の話かしら。免許証を抜いて戻す、このためにうちに子供を預けるってことを思いついたんですね。何を言ってるの、そんなわけないでしょ。すぐバレると思わなかったんですか。どうやってわかったの。あなた連絡先に私の会社の名前書きましたよね。ああ、海山商事って書いたけど、連絡先は私の携帯よ。なんであんたにかけるわけ。携帯に何度もかけたが繋がらないと会社に電話がかかってきたんです。要件は返済が遅れているとのことでした。え、もしかして番号書き間違えたかも。お家にお伺いする前に会社にかけたそうです。本当に迷惑です。なんてことしてくれたんですか。うるさいわね。返済日は10日ごとなんですって。10日ごとに10万。どんな返済計画なんですか。借りられたのが嬉しくてそこらへんよく聞いてなかった。見覚えのない借り入れの催促で驚きましたよ。随分と柄悪そうな方でしたし、危険なところから借りられたみたいですね。どうしよう、返済日もっと先だと思ってたの。それまでにどうにかするつもりで。あんなところから500万も借りて利子だけでいくらになると思ってるんですか。しばらく立て替えてくれない。は？そのうち私があんたに返せばいい話でしょ。そのうちっていつですか。あなたのような犯罪者がまともに返すとは思えませんけど。犯罪者だなんてひどい。しかも私に預けて仕事してるなんて嘘だったんですね。夫が新人のカット研修で仕事が遅くなった日、あなたを飲み屋街で見つけたらしいです。げえ。人に預けて飲み歩いてたなんて最低ですね。だってさ、仕方ないじゃん。腕を組んで歩いていた男性は彼氏ですか、ホストですか。え、そこまで見られちゃったの。まあどっちでもいいですけど。それと旦那さんがリストラっていうのも嘘だったんですね。お母さんの入院も全部バレてるじゃん。なんで。旦那さん、うちの夫の美容室のお客さんですよ。そんな話になるのは当然でしょ。え、そうだったの、知らなかった。およそホストに貢いでたってところでしょうか。まあね、あの子たちってお金かかるのよ。500万は全て使ったんですか。いや、あとちょっとは残ってるけど。利子くらいにしかならないでしょうね。相当覚悟した方がいいですよ。え、立て替えてくれるんじゃないの。あなたが500万一括で返済してくれたら、私あなたに毎月少しずつ返すわね。そうしましょう。何を寝ぼけたこと言ってるんですか。私の意思で契約してないので無効なんです。今日弁護士に依頼して全て手続きしてもらうことにしました。嘘。お金借りたところに行ってもらって、債務者をあなたに変更するようにお願いしました。そんな。旦那さんも相当怒ってますからね。覚悟しといた方がいいですよ。まずい。なぜバレずに逃げ通せると思ったのかが不思議なんですけど。バレてもそのまま立て替えてくれるはずと思ったのよ。あなた優しいから。それはあなたが本当に困ってると思ったからです。そうやって人の善意につけ込むなんて本当に最低ですね。でもさ、免許証盗まれる方も悪くない。管理不足ってことであなたの責任にならないのかしら。はあ、全く反省してないんですね。家にいて免許証がなくなるなんて誰が思いますか。確かにそうだけどさ、私だけが悪いのかな。返済日とっくに過ぎてますよ。早く払わないと大変なことになるんじゃないですか。え、ああいう方たちの取り立てって怖いって聞きますもんね。家族に迷惑かけられないから離婚するしかないでしょうね。困る。安月給だけど大事な ATM なの。ひどい言い草ですね。家族のために働いてるのに。私だって家族のために家のことしてるわ。精神の安定を図るためにホストが必要なの。そういう遊びは余剰金でやってください。借金してやるもんじゃないです。
ああまずいわ、あんなところでお金借りなきゃよかった。誰でもわかることです。お願い500万立て替えて。私はあなたに 1% の利子をつけて月1万円ずつ返済するわ。何年かかるんですか。冗談じゃありません。それに 1% って舐めすぎでしょ。お願いよ助けて。私たちママ友でしょ。今日限りでママ友でもありませんし知人でもありません。完全に縁を切らせてもらいます。そんな。あとお忘れみたいですけど、あなた普通に犯罪やってますからね。私半休取って警察に来てるので、そちらも覚悟された方がいいですよ。え？当たり前でしょ。人の免許証で借金なんて犯罪なんだし。警察は勘弁して。もう通報したので遅いです。終わったわ。もう飲みにも行けない。当たり前でしょ。他に心配することないんですか？家族のこととか。自分が一番大事だもん。うわ本当に信じらんない。お願いだから助けて。嫌です。逃げない方がいいですよ。警察と怖い人たちに追いかけられて逃げられるわけがありませんので。やだどっちも怖い。しっかり反省しなさい。お願いよ私を見捨てないで。その後警察へ通報し、凛花は詐欺罪で逮捕。人の免許証を使ってお金を借りると詐欺になるんですね。捕まってしまうと返済は滞るでしょうが、この場合利子とかはどうなるんでしょう。考えただけでも恐ろしいですね。凛花の旦那さんはすぐに離婚を決意、お子さんを連れてご実家へ戻られたそうです。凛花のようなママ友はそうそういないとは思いますが、今回のことは私がいい人ぶって安請け合いしたことが原因だったと深く反省しています。今後は適度な距離感を持って皆さんとお付き合いしていけたらと思っています。実はもう一人厄介な人がいるんです。最近絡まれだしたので気をつけます。ああママ友って難しい。お前のせいでお腹の子供がダメになったんだ。俺の母親や親戚がどれだけ子供の誕生を楽しみにしていたか分かってるのか。流産しやがってこの役立たずが。ごめんなさい。そんな上っ面だけの謝罪で許されると思うな。午後にある親父の法事で親戚一人一人に謝罪しろ。ちょっと待って、法事には参加できないって事前に伝えたよね。手術のすぐ後だから体調やメンタル的にも参加は控えるって言ったのに。気が変わったんだよ。どうにもこのままじゃ俺の怒りが収まらないからな。私が太一の親戚に謝るのはおかしいと思うんだけど。俺はお前の妊娠が発覚した時点で親戚全員に連絡したんだよ。子供の誕生を楽しみにしなって自信満々に言ったんだ。それをお前が嘘にした。どうして私が悪いってことになるの？病院の先生も誰が悪いとかって話じゃないって言ってたでしょ。医者が言ってたからなんだっつんだよ。子供がダメになったのはお前が普段から不摂生な生活をしてるからだろ。決めつけないでよ。体調管理には人一倍気を使ってた。私がどんな不摂生をしたっていうの？俺が会社にいる間にタバコ吸ったりしてたんだろう。妊娠中なのにそんなことしないよ。タバコを吸ったこと自体人生で一度もないんだよ。そんなのは作り話かもしれないじゃないか。俺が汗水垂らして働いてるのに専業主婦のお前は気楽で羨ましいよ。俺の監視がない時ならいくらでも嘘がつけるからな。嘘なんかついてないよ。信じられるか。子供がダメになったという結果が全てだ。そしてお前は俺の期待を裏切って恥をかかせた。絶対に許さんからな。お願いだから少し落ち着いて。午後からの法事は無理だから。手術してすぐだから俺が甘やかすと思ったら大間違いなんだよ。甘やかしてほしいわけじゃなくて、親戚に責められるのが怖いだけなんだろ。お腹の子供をダメにする不良品のくせにメンタルまでポンコツだな。情けない女だ。怖いとかじゃないって。本当に体調が悪いし余裕がないの。お願いだから法事に行くのは勘弁して。お前の体調の悪さより俺の機嫌の悪さの方が重要なんだよ。お前がいくら謝ろうと引きずってでも連れて行くぞ。どうしてそんなひどいこと言うの？お前はそれだけのことをしたんだ。いい加減に自覚しろ。13時に家を出発するからそれまでに帰ってこい。勝手に決めないで。責任から逃げようとするな、この卑怯者が。逃げてなんかないよ。だったら正々堂々と親戚一同に謝罪しろ。不良品の分際で俺に逆らうな。お腹の子供がダメになったら私は不良品なの？子供を守るのが母親の務めだろ。それができなかったお前は不良品以外の何でもない。そ
んな。傷ついたか。だがな、そんなのは俺のショックに比べたらハエと恐竜みたいなもんだ。全く大したことない。比べるものじゃないと思うんだけど。比べるまでもなく圧倒的って言ってるんだよ。さっさと退院の準備を済ませて午後までに家に帰ってこい。一分でも遅刻したら絶対に許さんぞ。いいな。私の名前は玲子、31歳、専業主婦をしています。夫の太一とは2年前に結婚したのですが、なかなか妊娠することができませんでした。そして長い不妊治療の末、妊娠することができたのですが、先日お腹の中で赤ちゃんが動かなくなっていることに気づき病院に行きました。その結果、心臓が止まっていることが発覚し、今日赤ちゃんを下ろす手術をしたのです。私は悲しみに暮れましたが、夫の太一はそんな私を決して許しませんでした。午後からの太一の実家で行われる岐阜の法事で親戚一同に謝罪させるというのです。しかし体調やメンタルがボロボロの私はそんな余裕はありませんでした。3時間後。お前なんで帰ってこないんだ。約束の1時だぞ。これ以上俺を怒らせたらどうなるか分かってんのか。体調が悪いから無理だよ。言い訳するな。今どこにいるんだ。実家だよ。パパとママに助けを求めたのか。自分が全部悪いくせに情けない女だ。私は悪いことなんてしてない。お腹の子供をダメにして俺や親戚の期待を裏切った。重罪だよ。しかもその責任から逃げようとしてる。そうやってどこまでも追い打ちをかけるんだね。お前はそれだけのことをやったんだよ。掌握の根源のくせに悲劇のヒロインぶるな。私の気持ち全然理解しようとしないんだね。子供を産むことができないポンコツの気持ちなんかわかるか。さっき親戚全員にお前がどれだけポンコツか連絡しといた。なんでそんなことするの。それだけのことをしたからに決まってんだろ。お前はこれから一生肩身の狭い思いをして生きていくんだ。ざまあみろ。最低だね。何にせよ私を待つのはやめてください。ふざけるな。もう頭にきたぞ。法事まで待ちきれない。今すぐ俺の母親に電話して謝れ。嫌だよ。お前に拒否権はない。ポンコツのくせに反抗的な態度ばかり取りやがって。親戚一同に泣いて土下座しろ。するのはあんただよ。え、ちょっと待て。どうして俺が土下座する必要があるんだよ。ポンコツすぎて頭が変になったか。よく分かってないみたいだね。そろそろ LINE に招待しようか。は？誰をだよ。私だよ、ポンコツ息子。え、母さん、どういうことだよ。今までの LINE のやり取り、すべて見させてもらったよ。何がどうなってるんだ。玲子、お前は実家に避難してるはずだろ。私の実家とは一度も行ってないよ。今いるのはあなたの実家よ。俺の実家って、午後からの法事が行われる場所じゃないか。一刻も早く謝罪したくて直接出向いたのか。私が迎えに行ったんだよ。え？あんたの元にはいたくないって言ったから家でかくまってるんだ。かくまうってどういうことだよ。俺が悪者みたいじゃないか。みたいじゃなくて実際に悪者でしょうが。何言ってんだよ。お腹の子供をダメにした玲子が諸悪の根源だぞ。母さんだって孫を楽しみにしてたじゃないか。そりゃ楽しみにしてたさ。そうだろ。だったら玲子がどれだけ俺たちの期待を裏切った女かわかるだろ。玲子はもう土下座したかい。ふざけんじゃないよ。え？あんたと玲子ちゃんの LINE でのやり取りすべて見させてもらったよ。体調も精神的にもボロボロなのによくもあんなひどいことが言えたね。自分の息子ながら呆れて仕方ないよ。いや、ちょっと待ってくれよ。どうしたんだ母さん。玲子に何か変なこと吹き込まれたのか。玲子ちゃんには法事には無理に参加しなくていいって伝えてあったんだよ。は？なんでだよ。親戚一同に謝罪する絶好のチャンスじゃないか。れいこちゃんが謝る必要なんてこれっぽっちもないよ。傷ついてる奥さんをさらに追い詰めるような真似して何が楽しいんだい。いや別に楽しいとかじゃなくて、せっかく不妊治療して妊娠したのにさ。不妊治療の費用は全て私の貯金から出したでしょ。あれ、おかしいね。私や親戚連中から不妊治療のためのお金が足りないって言ってお金をもらいまくってたよね。そうだったっけ。とぼけても無駄だよ。お母さんから全部聞きました。合計で400万以上もらっていたそうだね。そうだったっけな。そのお金一体何に使ったんだい。
まあなんていうか、俺も生活してる中でいろいろとストレスがたまるからさ、競馬とかパチンコとかそういうので借金ができちゃって。つまり私たちを騙して借金返済のためのお金を集めたってことだね。俺が悪いみたいに言わないでくれよ。レイコの不妊治療が長引いたりしてむしゃくしゃしてたんだ。だから根本の原因はレイコお前だよ。ふざけないで。俺は大真面目だよ。お前がなかなか妊娠しなかったのが悪いんだ。あのさ、一方的に私のせいにしてるけど、不妊の原因はあなたにもあったんだよ。え？あなたも検査したの忘れたの？私は何度も結果を伝えたけど聞く耳を持たなかったよね。いやだって俺は健康には自信があったから、医者の検査なんかより俺の方が正しいと思って。意味わかんないんだけど、今親戚一同が集まってこのやりとりを見てるけど、あなたの発言のおかしさに怒りを通り越して爆笑してるよ。なんだと？人をコケにしやがって。俺は被害者だぞ。どう解釈したらそうなるんだい。私や親戚一同、あんたには呆れ果てたよ。縁を切らせてもらう。は？ちょっと待てよ、なんでそうなるんだよ。それだけ最低なことをしたのを理解しなよ。うるさい、俺は悪くない。お前はさっさとパートでもいいから働いて金を稼げ。俺の借金返済に協力しろ。寝言は寝ていってください。私はあなたとやっていけません。離婚させてもらいます。待てよ、母さんだけじゃなくお前も俺を見捨てんのか。ここまで言っても反省もせず私を責めるあなたとこれ以上は無理です。待ってくれよ、一生誓い合った仲じゃないか。ほら母さんからも何とか言ってくれ。いくら息子でもこの状況で擁護はできないね。そんな、なあ二人とも冷静になろう。俺が悪かったの認める。だから絶縁と離婚は勘弁してくれ。お断りだよ。同じく。ごめんなさい、親戚連中も怒ってるんだろ。今からそっちに行くから土下座でも何でもするよ。だから勘弁してくれ。するわけないだろ。借金がまだまだ300万近く残ってるんだ。このままじゃ困るんだよ。私には一切関係ありません。失礼しますね。絶縁宣言をしたんだから法事には来なくて結構。じゃあね。待ってくれ、お願いだから俺を救ってくれ。親戚連中も見てるんだろ、助けてくれよ。後日談。太一は大慌てで実家までやってきて、私や親戚一同に泣きながら土下座をしました。しかしそんなことで許されるはずもなく追い返されることに。その後弁護士を通した話し合いの末、無事に離婚も成立しました。太一は借金返済のために正社員プラスアルバイトの掛け持ちをしているそうです。睡眠時間ギリギリの状態で毎日フラフラなんだとか。当然ですが借金だけではなく、義母や親戚一同から騙し取ったお金も全て返すことに。借金と合わせると1000万円になるそうです。全て返済するのはいつになることやら。一方の私は離婚後に就職、そこで知り合った男性と結婚し幸せに生活しています。昨日結婚してあげたんだから当面の生活費100万円振り込んでよ。え？僕の出張はたった1週間だよ、そんなにいらないだろ。私たち家族7人であなたの実家だった新居に引っ越したのよ。ちょっと待てよ、いきなり鍵はどうやって開けたんだ。去年父が他界してからは誰も住んでなかったんだぞ。そう？別に普通に入れたわよ。おかしいな、管理人さんに後で連絡してみるよ。別にいいよ、こっちは困ってないから。そうはいかないし、引っ越してくるならまず先に僕に相談してほしかったよ。夫のものは妻のものでしょ。私の身内を住まわせて何が悪いのよ。確かに結婚したら君の家族と同居する約束はしたけど、来てみたらだだっ広くてでかいだけのおんぼろ屋敷でがっかりしたけど。これでも歴史ある建造物で重要文化財に指定されてるんだよ。それじゃあ私たちこの屋敷に住めないってこと？そんなことはないよ。ただお父さんたちも一緒に住むならリフォームだって必要だろ。こんなおんぼろ屋敷リフォームしてもたかが知れてるでしょうけどね。それなら敷地内に新築の家を建ててもいいよ。え、本当？ただうちの近所一帯が保護地区に指定されてるからすぐには建てられないんだけどね。何それ、使えないわね。こっちはつわりがひどくて大変なのよ。そのことなんだけど、僕が出張から戻ったらお腹の子の DNA 鑑定を受けてくれないかな。は？康介は私を疑ってるの？だって君の妊娠が分かって家族全員で僕のマンションに押しかけてきたのが2週間前だろ。そうよ、男として責任を取るのは当たり前でしょ。
でも俺気をつけてたつもりだったから納得できなくて。そんなもの 100% 安全じゃないことくらい中学生でも知ってるわよ。だけどさ、お腹の子の父親だって一方的に決めつけられて、あっという間に結婚式を挙げちゃったせいか、なんかすっきりしないんだよね。呆れるわね。10歳以上年下の女を傷者にしておいて。ごめん、君みたいな若くて可愛い嫁さんをもらえたのは僕だって奇跡だと思ってるよ。分かればいいのよ。それじゃあ今すぐ生活100万円振り込んで。結婚式の費用一式を払ったばかりで、出張先からそんな大金急には振り込めないよ。でも結婚式の費用なんてせいぜい200万ってとこでしょ。僕にとっては大金だよ。出席者は君たち家族7人だけだったのに、あんなに飲み食いするとは思わなかったし。私の身内しかいなかったのは仕方ないでしょ。まあ僕には兄弟がいないし、両親もこの世にはもういないからね。私が結婚してあげたおかげで、コウスケには7人の家族ができたじゃない。いきなり大家族になっちゃったな。私と私の祖父母と両親と弟と私のお腹の中の赤ちゃんで7人だもんね。とりあえず1週間分の生活費として10万円振り込むよ。そんなんじゃ足りないわよ。7人分の生活費1週間分だよ。十分足りると思うけどな。ごちゃごちゃ言ってると今の押し入れから出てきたゲームカード売り飛ばすわよ。ちょっと勝手にやさがしないでくれよ。それは僕が学生時代に集めてたレアカードなんだ。やった、それなら高値で売れそうね。じゃあとりあえず20万振り込むから、僕が帰るまで敷地内のものには一切手を触れないでくれよ。しょうがないわね。今日のところは勘弁してあげるわ。僕はコウスケ、35歳、大手警備会社に勤める会社員です。嫁のカナエとは父があの家へ旅立った後、何気なく入った居酒屋で意気投合。ダメ元で僕が告白したら意外にも OK をもらい付き合い始めました。カナエはまだ24歳と若く、家族離れができない甘えっ子ですが、恋愛経験の少ない僕にとっては人生史上最高の彼女でした。ところが結婚式を挙げた途端断りもなく、僕の実家の家屋敷に家族ともども引っ越してくると高額な生活費を要求し始めたのです。前途多難な結婚生活の幕開けにうんざりしたのもつかの間、嫁とその家族たちの暴走はさらにエスカレートしていきました。3日後、生活費追加であと30万振り込んでよ。え、まだ3日しか経ってないよ。20万円なんてあっという間に使い切っちゃったわよ。もうちょっと節約しようよ。人を浪費家みたいに言わないでくれる。ごめん、でも3日で20万も使い切るなんて普通じゃないよ。電気とガスと水道が使えなかったから外食したのよ。ライフラインならもう使えるようになったはずだよ。僕から管理人さんに頼んだから。ああ、あの口うるさくて使えないおっさんね。分家のおじさんなんだ、悪く言わないでくれよ。それに生活必需品や布団なんかも届けてくれただろ。でもあのおっさんが電気ガス水道の業者を呼び出してくれたせいで、私たち屋敷の外に追い出されたのよ。そんなの小一時間程度だろ。それで生活に不自由しなくなるならいいじゃないか。管理人だかなんだか知らないけどムカついたから3日間外食して憂さ晴らししたのよ。結局自炊する気はないんだね。ひどい、妊娠している嫁をいたわる気はないわけ。もちろん体がきついだろうなってことくらいは分かってるつもりだけど。これでもね、だるくてきつい身重の体を押してけなげにも掃除してあげようとしたのよ。そうだったんだ。うちの実家古くて広くて掃除するの大変だっただろ。それがさ、鍵を開けようとしたらいきなり警報が鳴り出して掃除どころじゃなくなっちゃったのよ。え？警報？君たちが使う住居スペースの防犯システムは止めたから警報は鳴らないはずだけど。屋敷の中じゃなくって離れに立っている立派な蔵よ。いかにもお宝がありそうな。それは警報が鳴って当たり前だよ。この間敷地内のものには手を触れないようにって伝えたよね。だってうちのおじいちゃんとおばあちゃん骨董に目がなくってさ。そういう問題じゃないだろ。まさか家族全員で蔵の鍵を開けようとしたのか。ううん、お父さんとお母さんは埋蔵金を探すって張り切って庭中掘り返してたわ。埋蔵金の噂まだ信じてる人がいたのか。そうしたらまた管理人のおっさんが邪魔してきてさ、マジムカつくわ。庭を掘り返したりするからだよ。だいたい埋蔵金の噂はガセだしね。なんだそうなの。ほんとつまらないボロ屋敷。それより掘り返した庭元に戻してくれたのかい。なんでコウスケがそんなこと気にするの。僕は実家の家屋敷と土地の所有者だから管理する義務があるんだよ。ふーん、律儀だね。
重要文化財は国民的財産だからね。管理者としては責任重大だよ。バカみたい。公開して入場料取ってるわけでもないのに。そうかな。僕は生まれ育った家が重要文化財に指定されていることは誇りに思ってるし、だからこそ価値を落とさないように守りたいと思ってるよ。あんたの自己満足とかどうでもいいから、30万の振り込み急いでよね。ちょっと待ってくれよ。振り込まないならコウスケのカードゲームプレミアの付きそうなやつから売り飛ばすわよ。分かったよ、30万振り込むよ。あと3日で帰るから、それまではそれでやりくりしてくれよ。しみったれたこと言ってないで、とっとと振り込みなさいよね。出張最終日、今日でコウスケの出張終わりだったよね。ああ、そっちに着くのは夕方くらいかな。何時に帰ってくる？ごめん、まだこっちの仕事が押してて何時に帰ってこれるかわからないんだ。早く帰ってきなよ、みんなコウスケに会いたがってるからさ。本当か？ちょっと嬉しいな。私たちみんな仕事も辞めたし、これからはコウスケに稼いでもらわなきゃだから。え？君たち家族って仕事してたのかい？は？何それ、私たちのことバカにしてるの？ごめん、でもこの1週間お金を無心され続けたから、すっかりパラサイトファミリーのイメージがついちゃったよ。言っとくけど、私たち家族はこれでも働き者だし、そこそこ稼いでたのよ。でも結婚前だって、君の家族の誕生日に高級店でお祝いした時は僕が全員分の飲食代を払ったよね。あれは貸しにしといてって言ったでしょ。じゃあ返してくれるつもりなのかい？結婚してあげたんだから、そんなものチャラになったに決まってるじゃない。やっぱりそうなるのか。とにかく子供もできたんだし、キリキリ働いて稼ぎなさいよね。高級鳥の婿でよかったってママにも褒められたんだから。なんで君が褒められるんだ？コウスケを捕まえたのは私の手柄だからよ。喜んでるところ悪いんだけど、僕は君のお婿さんじゃないよ。婚姻届は出さずに捨てたからね。え？どういうことよ、私をシングルマザーにするつもり？お腹の子の父親が僕じゃないから、それも仕方ないんじゃないか。ちょっとコウスケったら、本気で私の浮気を疑ってるの？結婚をせかされた時から違和感はあったけど、勝手に僕の実家に入り込んで家探しまでされたら不信感を持つのは当然だろ。だからって私の浮気まで疑うのは想像力ぶっ飛びすぎなんじゃないの？証拠はもう上がってるんだ。捜査のプロが調べたことだからね。最低。君たち本当の家族じゃないんだろ？元々はレンタル家族家業をしていた会社の仕事仲間なんだってね。へえ、そんなことまで調べたんだ。でも私が浮気したって証拠にはならないわよ。弟さんは本当は弟じゃなくて恋人なんだろ？キモ。確かに血は繋がってないけど、変な想像やめてよね。とぼけるのもいい加減にしろよ。その屋敷に来てから君たち二人は毎朝同じ寝室から出てきていると報告を受けてるんだ。私たちのこと監視してたってこと？プライバシーの侵害じゃない。管理人さんが説明したはずだけど、君たちが生活するために使っていた寝室と居間の監視システムは停止させたから、プライバシーの侵害にはならないよ。でも寝室から出るとか監視したんでしょ？これも管理人さんが説明したはずだけど、防犯システムが作動しているカメラの場所は教えてもらっただろ。私たちこの屋敷のものは何も盗んだりしてないわよ。それなのになんでコウスケに私たちの行動が筒抜けなのよ。その屋敷と敷地内の防犯システムはうちの会社の実証実験に使ってるんだけど、特に顔認証機能が優れているのが売りでね。コウスケは IT 企業に勤めてるんじゃなかったの？防犯システムを開発しているから仕事内容は IT 関係だけど、警察 OB が作った警備会社に勤めてるんだよ。だからって警察とコウスケの勤めてる会社が仲良しってわけじゃないよね。仲良しかどうかはともかく、指名手配犯の顔と一致する顔が認証されると警察に通報される仕組みだよ。じゃあ私たちのうちの誰かが指名手配犯として顔認証システムに引っかかったってことなの？警察からは捜査については聞かされてないけど、多分そういうことなんじゃないかな。くそ、誰を下手打ったの？あれ、君たちは仲良し家族じゃなかったのかい？足を引っ張るやつは仲間なんかじゃないわ。私ここを出るからもう LINE してこないでね。君たちレンタル家族事業を隠れ蓑にした詐欺集団なんだってね。は？何それ？一般人のあんたに警察はそこまで教えてくれたの？君たちが僕の実家の屋敷に勝手に引っ越してきてからずっと警察の指示で LINE のやり取りをしてたんだよ。今警察が屋敷を包囲したそうだから素直に出頭するんだ。いやよコウスケ、警察に頼んでよ。私まだ若くて世間を知らなかったから、あいつらに騙されてただけなの。まさか警察の捜査に協力してたら君の浮気まで発覚するなんてね。
警察 OB の上司と捜査してた警察官が知り合いで、特別に教えてもらえなかったら危うく婚姻届を出してしまうところだったよ。それは謝るから。あと妊娠は嘘なのだから助けてよ。私たち一からやり直そう。妊娠が嘘だったって？やっぱり君はとんだ詐欺師だね。詐欺は罰金じゃ済まないのよ。檻に入れられるのは嫌。自業自得だね。もう僕にできることは何もないから、さようなら。待って、お願い。足を洗うつもりだったのよ。真人間になって家族全員康介に養ってもらうつもりだったの。真人間なら真っ当な仕事で生計を立てて自立すべきだったね。じゃ本当にさようならだ。後日だ。その後、カナエとその家族たちは警察に捕まりました。カナエは騙されていたどころか詐欺集団の主犯格だったそうです。彼らには塀の中できちんと償ってもらいたいと思います。それにしても詐欺集団と家族になってしまうところだったとは、今思うとゾッとします。本当にカナエたちが足を洗うつもりだったかどうか分かりませんしね。今回先祖代々続いている実家に取り付けた防犯システムに救われましたが、もしかするとご先祖様たちが僕を守ってくれたのかもしれません。来月上司に紹介された人とお見合いすることになりました。今度こそ結婚するなら僕の実家の家屋敷も大事にしてくれる人がいいなと思います。男前で素敵な殿方、パンク修理手伝ってくれてありがとう。どういたしまして。ネズミしか出ないような深夜の山奥であなたが通りかかった時は神様かと思ったわ。ネズミ？クマとかじゃなくてか？ガス欠にもなりかけててスマホも圏外だし。本当に困っていたの？それはよかった。人助けした甲斐があったよ。イケメンで思わず恋に落ちそうになっちゃったし。もしかして連絡先交換してくれって言われたのは脈ありってことだったのか？こんな美人さんに好かれるなんて光栄だな。たくましいそんなあなたにお願いがあるんだけど。何でも聞くよ。もしかしてデートのお誘いとかかな？すぐに100万円振り込んでくれない？え？ケチつけないでいいから振り込んで。いや、ケチなんかつけてないけど、ただ意味がわからないだけで。手抜きなパンク修理したでしょ。おかしなメンテナンスしたから、あの後すぐにまたパンクして車をガードレールにぶつけたの。俺はちゃんと修理したと思うけど、君も近くでパンクが直ったところ見てたよね。ドライブの続きしようとした矢先よ。最悪なことに怪我までしたんだから。それはすまなかった。レディーの体を傷物にした責任取りなさい。そんな。手も怪我したのよ。悪かった。治療費と車の修理費は払う。でも100万円なんて高額すぎないか？言い訳したって減額はしないわよ。まったくひどい目にあったわ。分かった。用意できる金を確認してくるから待っててくれ。すっとぼけて逃げようなんて考えないでよ。嫌なら警察に通報するから。俺警察なんだけど。はったり言ってんじゃないわよ。ラーメン屋の店主だって自慢してたじゃない。やば、俺自分の職業あの時言ってたか。まったく、舐めたことしてると私の彼が黙ってないわよ。彼近くにいてこの LINE も見てるんだから、200万に請求額を上げたってこっちはいいのよ。それは勘弁してくれ。のんびりしてたら承知しないからね。300万に値上げするわよ。ちゃんとパンク修理したのに300万円の請求だなんて。あそこの山奥には私とあなただけしかいなかったんだから、修理したのを他に見た人なんていないのよ。人助けしたらとんでもないことになっちまったな。金を払えば警察に通報は勘弁してあげるって言ってるんだから優しいでしょ。確かに前科持ちにはなりたくないしな。分かったよ。なるべく早めにお金は準備する。そうやって素直に従えばいいのよ。うだうだ言ってないで早く金をかき集めなさい。コテンパンにされたくなければね。俺の名前はゆうや。30歳でラーメン屋の店主をしているらしいです。そんな俺が深夜の山道を通っていた時に出会った美里という女性、車がパンクして困っていた彼女を助けたことで俺は100万円を請求されてしまいました。しかし皆さんも感じたと思いますが、俺は彼女からの LINE に違和感を覚えていました。そして俺は気づいてしまったのです。彼女がとんでもない事件に巻き込まれていること。それから半日後、再度彼女から俺に連絡が入りました。半日後。お金用意できた？10万くらいかな。ふざけんじゃないわよ。分割払いにできないか？無理に決まってるでしょ。後払いとか。ふざけてるの？突然言われて金が集まらないんだよ。あんたラーメン屋の店主でしょ。
貯金ないの？入り用で50万の貯金も使い果たしちまったんだ。何に使ったのよ。まったく、パチンコってやつはハマるとやばいよな。呆れた。そんなもののせいでお金が支払えないなんて。どうにかして増やそうとしたんだぜ。でも負けたんでしょ。空の財布を見たときは悲しかったな。楽な人生なんてないもんだな。本当にダメ人間ね。人間楽な方を選ぶのが真理だろ。そんなんだからモテないのよ。げ、なんで俺がモテないって知ってるんだよ。そんなの見ればわかるわよ。ろくでもない女だな。前はイケメンってモテはやしてたくせに。いいから一刻も早くお金を用意しなさい。用意できないなら私の彼に海に沈めてもらうわよ。10分後。お前、殺に通報したのか。美里さんを脅していた男だな。おとなしく籠城した部屋から出てこい。ふざけんなよ。美里は窓から逃げるし、建物に煙幕は投げ込まれるし、何なんだよ。お前はもう囲まれている。観念して出てこい。なんでこの場所が分かったんだよ。美里さんが教えてくれたからな。ありえない。パンク修理の時のあいつとお前の会話は美里につけた盗聴器から全部聞いてたんだ。数百メートル先の雑木林の陰から彼女を監視しながらか。なんでそれを。俺は職業柄目がいいからな。職業ってお前ラーメン屋だろ。いや、俺は警察官だ。それって冗談じゃなかったのかよ。あの時は彼女の話に乗っていただけだ。さっきからわけわかんねえこと言いやがって。まだ気がつかないのか。 LINE で彼女は SOS を俺に送っていたんだよ。俺はお前らの LINE を隣で全部見てたんだ。助けを求めている様子なんて全然なかったぞ。お願い助けて、脅されています。伊原町 2-3 足利倉庫。は？彼女からのメッセージだ。どこでそんなやり取りしてたんだよ。 LINE の頭文字をつなげてメッセージを送り合っていたんだよ。マジかよ。初めは俺も彼女からのメッセージに気がつかなかったんだけどな。パンク修理した時から彼女の様子に違和感は覚えていたんだ。じゃあ美里がタイミングよく窓から逃げ出したのも。ああ、突入のタイミングを同じ方法で俺が送っていた。ふざけるな。あいつ俺に借金があるくせに勝手に逃げ出しやがって。うちはケント。お前そうやってはめた女を使って自分の犯罪に利用していたんだろ。なんで俺の本名を知ってるんだよ。それだけじゃないぞ。ホストをやっていることも、車上荒らしや車関係の詐欺を働いていることも全て把握済みだ。俺はそんなことやってない。ホストクラブで惚れさせた女にツケが払えなくなるくらいお金を使わせて借金で縛って犯罪の駒に使っていたんだろう。うるせえ。だいたい金が払えなくなるやつの方が悪いんだろうが。それにしたって20万円のツケが1ヶ月で100万円に膨れ上がるのはおかしいよな。美里から聞いたのかよ。ああ、あっという間にお前から借りた金が膨れ上がって、夜の世界で働くか自分の手伝いをしろ、さもないとひどい目に遭わせると脅されたと聞いたよ。余計なこと喋りやがって。それと車上荒らしの件でお前の身辺捜査をしていた警察仲間からも情報は上がってる。そんなのやってないって言ってんだろ。警察仲間から見せてもらった写真と同じ顔を参道で見た時は驚いたよ。なあ刑事さん、濡れ衣だ。どうしてそう言えるんだ。確かに今回のことは俺が死亡してやったけど、それは美里に月を支払ってもらうために仕方なくなったんだ。車上荒らしは俺じゃねえ。言い逃れしても罪が重くなるだけだぞ。じゃあ車上荒らしをしたって証拠はあるのかよ。それはねえだろ。なら訴えることなんてできねえよな。証拠ならあるぞ。は？バッチリ顔が映った防犯カメラ映像がな。は？あそこはカメラなんてないはず。俺は入念にチェックしたんだ。撮られてるわけないだろ。確かにお前が車上荒らしをした場所は全て電柱などに設置されている防犯カメラはなかったよ。なら、なんで？自動販売機に内蔵してあったカメラに映っていたんだ。そんなところに？最近は治安を守るためにカメラがついている自動販売機も多いんだよ。誤算だ。一緒に車上荒らししていた仲間も全員加工済みだ。建物の外の駐車場から盗難車も見つかっている。俺は逮捕されるのか？ああ、余罪が山ほどあるからな。しばらくはシャバの空気が吸えないと思え。捕まりたくねえよ。残念だがその願いは聞けない。ならお前ら全員吹っ飛ばしてやる。どういうことだ？外に置いてある車の一つに大量の爆薬を積んだ車があるんだよ。遠隔で起爆できる作りだ。バカなことはやめろ。
もう遅い。俺をバカにしたことを後悔させてやるぜ。美里も警察も全員行っちまえ。起爆ボタンを押したのになんで爆発音がしないんだよ。起爆剤は撤去したからな。なんだと？逃げ出した美里さんが教えてくれた。すぐに対処しておいて正解だったな。何から何まで邪魔しやがって。なら全員ぶっ潰してやる。ぶっ潰されんのはお前だよ。うちはケント、お前を逮捕する。刑務所は嫌だ。俺は金持ちになって海外で生活するんだ。お前の順風満帆な人生もここで終わりだ。美里さん含め泣かせた女の子たちと車上荒らしに遭った被害者たちに償え。なんだよ、こんなことならホストで稼ぐだけにしておけばよかった。後日だ。その後警察が突入し、うちはケントは取り押さえられました。しばらく暴れていた彼でしたが、もう逃げられないと悟ったのか、最後はおとなしくなりました。彼は詐欺罪、窃盗罪、出資法違反、さらに爆発物所持罪で起訴されることに。余罪も山ほどあることから、彼が塀の中から出られるのは当分先のことになりそうです。美里さんも詐欺の共犯として逮捕されましたが、彼女の置かれていた状況から罪は軽くなるでしょう。しばらくしてから俺の元に美里さんから一通の手紙が届きました。そこには命を救ってくれたことに対する感謝と警察への賛辞の言葉が書かれていました。俺はこれからも美里さんのような困っている人を助けるために職務に専念しようと思います。なんでお父さんを一人にしたのよ。はあ、あなたの代わりに私が出張に行くから、お父さんの面倒はお願いねって言ったじゃない。お前は俺の妻であり、会社では部下だろ。だから何よ。なら妻として介護はお前がやるべきだし、部下として仕事を完璧にこなす義務もある。何それ。介護と出張のどっちがいいか私が確認した時、家にいる方が楽とか言って自分で介護を選んだんでしょ。今さら放棄しないでよ。そもそもどうしてこの俺が親父を介護しなきゃいけねえんだよ。俺は次期社長だぞ。お前ができないなら介護しても雇え。なんで身内だけが介護をすることになったのか、あなた忘れたの。前に雇ってた訪問介護の女が金目のものを盗んで不信感を抱いたとか、そういう話だっけ。私も親戚の人たちもその一件で、他人を家に入れるのが怖くなって極力身内で信頼できる人でやることになったでしょ。あー、そんな話もしたな。そのためには親族一同で協力しなきゃいけないから、あなたもそのつもりでって話もしたはずよ。1日目はやったけどさ、まさかトイレの解除とか食事までこっちがやらないといけない状況だったなんて思ってなかったんだよ。遊び回ってて家にいないことが多いから、わからないこともあるだろうとは思ってたけど、介護状況は説明したし、やり方はノートに書いて事前に渡したよね。あんなもんめんどくさくて読めるかよ。だからって秘書さんがたまたま用事で家に行ってくれたからよかったものの、一歩間違えたら大変なことになってたかもしれないのよ。携帯は持たせてたし。せめて出かける前に連絡ぐらいしてよ。近所にはいとこやおばさんもいるわけだし、出かけるなら他の人に任せることもできたわよね。ああ、そういえばそうだったな。すっかり忘れてたよ。普段から介護の手伝いをしてくれる人たちなのに。俺普段から介護なんてあんまりしてなかったし、覚えてるわけねえだろ。それに今弟の力也さんも日本に帰国してるんだから、お願いすることもできたわよね。あいつには実家の敷居をまたがせるわけにはいかない。え、あいつは家業を手伝わずにアメリカに渡ったんだ。もううちの人間じゃねえよ。料理人になる夢を叶えるためにアメリカに渡って修行してたって聞いたけど。家業もろくに手伝わずに、あいつは自由に動き回って、ほんと周りの迷惑も考えないクソ野郎だよ。お父さんともよく話し合って決めたみたいだし、そんな言い方するのはどうかと。いや、あいつは正真正銘親子者だ。あなたがやってることも十分親子だと思うけど。俺はあいつと違って親父の世話も仕事もしてくれる嫁と結婚したんだから、十分親孝行はできてる。実質あなたは何もやってないじゃない。俺がお前のためにいろいろとやってやったこと、もう忘れたのか。それはなら俺への恩を返す意味で
これからも仕事や親父の世話をしっかりやることだな。頼んだぞ。ところで今どこにいるの？病気の父親をほっといてまで行かなきゃいけない場所って一体どこよ？北海道。なんでいきなり？旅行だよ旅行。なんか文句あんのか？文句しかないわ。旅行だなんて初耳なんだけど。急に思い立ったんだよ。しょうがないだろ。いろいろ突っ込みたいことは山ほどあるけど、とりあえず帰ってこれる？私も仕事を早めに切り上げて家に帰るようにするから、直接話をしましょう。一週間は帰らない。すぐに帰ってこないの？これくらい滞在しないと北海道は満喫できないって。もうあなたが理解できないわ。あっそう。それじゃあ俺はうまい海鮮丼でも堪能しようかな。それじゃもう連絡してくんなよ。まだ話は終わってないけど。私の名前はミカ、36歳です。義父が社長を務める食品会社で働く主婦で、現在は義実家で同居中です。4歳年上の夫忠幸は義父の会社で営業部の部長をしており、長男ということもあって次期社長でもあります。夫との出会いは10年前に街で彼に声をかけられたことがきっかけで交際がスタート。出会った頃はとても優しく、私の母親にもよくしてくれるいい人でした。ですが結婚をしてから態度は一変。仕事は全て私に押し付け、自分は次期社長だからという理由で好き勝手に過ごすようになったのです。さらにここ最近では義父が病気になり、その後遺症で要介護になってしまいました。そのせいで近々会社を継げると思った夫はわがままっぷりがさらに加速していってしまい、結果今回のようなとんでもない行動も平気でやってくれたのです。反省する様子のない夫には困り果てていましたが、義父が助け舟を出してくれることに。しかし夫は義父にすらこんなとんでもない LINE を送ったのです。数時間後。お前は何をやっている？今度は親父かよ。旅行の気分が台無しになるから連絡するなって。連絡するのは当然だろ。ちょっと出かけてくるなんて言うから、てっきりコンビニか何かだと思ったが、北海道に行くなんて誰が予想できると思う？うるせえな。ミカさんとのやりとりも見させてもらった。ミカさんが優しいからって調子に乗りすぎだ。じゃあ謝ればいい。父さん病気なのに放置して旅行してごめん。なんだその言い方は。大体病気になった親父が一番悪いんだろ。人に介護をさせておいてよくそんな態度でいられるな。俺が怒っているのはそこじゃない、ミカさんへの態度だ。俺の嫁なんだから別にいいじゃん。私の会社で仕事もしてくれて家事や介護までやってくれる素敵な人だというのに、なんでお前は大切にしない？俺は次期社長なんだぜ。舐められないためにも嫁に対してでも強気な姿勢で話をしないとな。名古屋の出張だってお前が行くはずだったのに、働きもせずに旅行なんて。仕事もミカさんのことも舐めすぎだ。なんやかんやでミカも仕事が好きなんだからウィンウィンなんだよ。親父がごちゃごちゃ口を挟む必要はない。なんでこんなことに。早く俺に社長の席を譲ってくれよ。なんなら旅行中に行ってもいいぞ。な、口うるさい親父がいなくなればミカにも仕事を押し付けやすくもなるしな。ミカさんにはお前との離婚を提案させてもらった。は？何勝手なこと言ってんだよ。このままお前と一緒にいても彼女の幸せにはならない。離婚後の仕事も紹介する予定だし、お金が必要なら私が出すつもりだ。残念でした。え？あいつが俺と離婚するのは絶対に無理なんだよな。どういうことだ？あいつの母親は心臓に持病があるって聞いたことあるだろ。でも結婚前に手術をしてかなり回復したと聞いたが。その手術費用を出したのは俺だ。そうなのか。俺に恩がある以上あいつの一存で離婚は絶対にできない。もしするようなら手術費用の1000万は返金してもらう。ああ、と親父もこれ以上俺に指図するのはよせよ。跡取りは実質俺一人なわけだし、俺を大切にしないってことは会社の存続も危険な状態になる。お前そういうことだから、ミカも親父も俺のことは大切にすることだな。それじゃあな。
1週間後。もう空港に着いた？着いたよ。あ、でも仕事はしないぞ。もうクタクタでさ、3日くらい休むつもりだから、仕事はいつも通り任せた。あなたはクビです。離婚もするつもりなので、家からもさっさと出て行ってください。はあ？お前何言ってんだよ。クビなんておかしいだろ。しかも離婚って、俺からの恩を忘れたのか？お金なら返金します。貯金もあるので問題ないわ。俺は次期社長だ。そんな舐めた態度でいるならこっちだって容赦しないからな。お前をなかなか見放せなかったが、さすがに踏ん切りがついたよ。親父、お前に会社は継がせない。ミカさん、書類とペンを持ってきてくれないか。この場で解雇の手続きをしたい。わかりました。今は持っていきますね。俺は長男なんだぞ。リキアは継ぐ気がないわけだし、会社を背負えるのは俺一人しかいないだろ。そのリキアが会社を継ぐと言ってくれたんだ。だからお前がいなくても何も問題はない。は？お前が旅行に行っている間、ミカさんとリキアと私の3人で家族会議をさせてもらった。でもリキアの夢は料理人だろ。なんで急に会社を継ぐなんて。最初はそのつもりだったらしいが、食品関係の商品開発に興味を持ってくれたらしいんだよ。俺はこの会社でずっと働いてきたんだぞ。それをいきなり弟なんかに渡してたまるか。働いてくれたのはミカさんで、お前は何もしてないだろ。それにリキアがうちで仕事をしたがらなかったのはお前が原因だったと聞いてるんだが。何を聞いたんだよ。弟なんだから俺の奴隷になって会社で馬車馬のように働け、なんてことを言ったらしいな。それはうちの会社で下積みをしてから会社を継がせればそれなりにしっかりしてくれると思ってはいたんだが、私の考えが甘かったようだな。これからはリキアに会社を任せることにするよ。大体今まで連絡もよこさず自由気ままにやってきたやつを次期社長にするなんて、親父もどうかしてるって。お前とは連絡は取り合っていなかったみたいだが、私とは頻繁に話はしていたよ。いつの間に。アメリカで市場調査も料理人の修行の合間にやってくれてもいたんだ。海外向けの商品開発にとても参考になったよ。あいつそんなこと陰でコソコソしてたのか。こうも兄弟で差が出るとは思わなかったよ。俺の言うことを聞かない使えない弟だから渡米してくれてラッキーって思ったのに、まさか帰ってくるだけじゃなく俺になり変わるなんて。ミカさんはうちの仕事がとても好きだと言ってくれたし、今後もミカさんが良ければうちで雇い続けるつもりだよ。この年で再就職先を探すのは少し不安に思っていましたが、今後もこの会社で働けるのはとてもありがたいです。喜んでくれてよかった。リキアの教育係もミカさんにお願いする予定でもいるから、よろしく頼むよ。はい、喜んで。待てって、ちょっと旅行に行ったくらいでなんで俺は仕事を失ってリキアやミカだけ幸せになるんだよ。病気の父親を置いて浮気旅行を満喫してたから罰が当たったんじゃない？え？経理部にいる若い女の子に手を出したんでしょ？証拠は？その子も同じタイミングで親戚の法事で有給と通常休暇を合わせて1週間休みをもらってたのよ。そんなの偶然だろ。その程度で浮気を疑うなんてお前どうかしてるぞ。決定的な証拠ならあるわ。嘘だ。浮気相手本人から連絡があったの。あなたと関係を持ったってね。余計なこと作りやがって。彼女は本気であなたのことを好きだったみたいだけど、あなたの傲慢さに気づいて目が覚めたようね。意味わかんねえ。あいつが北海道に行ってみたいって前から言ってたからわざわざ連れて行ってやったのに。だとしても本当に法事で有給使って休んでる人を旅行に誘うのはどうかと。親父の世話がストレスで気晴らしに LINE したら、おばさんの七回忌で地元に帰ってるって言うから、その程度なら別に誘ってもいいかなって思ったんだよ。あなたにしつこく言われて、本当は親族とゆっくりするつもりだったのに北海道に飛ぶ羽目になったって話してたわ。旅費は俺が出してやったのに、どいつもこいつも大あだで返すクソ女だな。しかも北海道の旅行中、彼女が経理部だからって資金横領に加担してくれってお願いまでしたそうじゃない。それは好きなことをさせてやったんだからそれくらいできるよな、なんて脅したらしいわね。そんな脅したとか大げさな。それでやっと彼女も目が覚めて私に連絡してきたってわけ。慰謝料もしっかり払ってくれる約束もしてくれたから、
あとはあなただけね。マジかよ。あなたがここまでバカ野郎だったとは。結婚したことを後悔するわ。もういい、離婚してやるよ。でも俺がお前の親に払った治療費1000万は絶対に返してもらうからな。その1000万お父さんのものよね。そんなわけないだろ。お父さんの口座を確認した。はぁ、お父さんが言ってたのよ。あいつにそんな大金払える財力があるわけないって。それで何か裏があるはずだと思って家中の通帳を調べまくったの。余計なことばっかりすんなって。私に治療費くれた時期にお父さんの口座から送金された履歴が残ってたわ。ちくしょう。お父さんはズボラで口座の確認をしないことをいいことに少額ずつ送金することでバレないように工夫までして盗んでたなんてね。ほんとあなたってクズだわ。俺の計画は完璧だったのに。返金はお父さんにするつもりだったけど、ミカさんはしなくていいってお父さんも言ってくれたし、母の治療費の件はこれで一件落着ね。お前に恩を売っとけば一生利用して生きていけると思ってここまでしたのに。残念だったわね。私は浮気の件であなたと浮気相手に慰謝料を請求するわ。覚悟しておいてね。お前は会社をクビにする。もちろん親子の縁も切るつもりだ。それから私から盗んだ1000万、これも必ず返金してもらう。返すとか無理だって。この金を呼んでわがままを言うな。そうだミカ、貯金があったよな。さっき1000万は貯金で返済できるって言ったじゃん。あるけど。財産分与としてそれをよこせ。それで親父に返済すれば問題ないだろ。財産分与は基本的に全額渡すんじゃなくて折半になるから500万くらいになるわね。半分お前が持っていくのか。そりゃそうでしょう。俺のおかげで親父の会社で働けて稼げたわけだし、実質俺のおかげで貯金ができたようなもんだろ。なら全額俺にくれ。いい加減にしろ。このままグダグダ言うなら裁判にしたっていいんだぞ。裁判は勘弁してくれ。金かかるじゃん。俺は貯金とかないんだよ。そういえば生活費も私の稼ぎから出してたもんね。自分の稼ぎは全部遊びや浮気に使ってたってことか。育て方を完全に間違えたよ。ミカさん、迷惑をかけてすまない。そうだよ、俺がこうなったのは全部親の責任だろうが。俺ばっかり責めんなよ。アラフォーにもなってそんなこと言うなんてドン引きだわ。わかった、きちんと責任を取ろう。お父さん、そんなことしなくてもいいんですよ。こいつをこのまま放置する方が危険だ。慰謝料の支払いを逃げる可能性もあるからな。確かに。じゃあ親父は俺に救済措置をするってことで決まりだな。親父が優しくて助かった。ただよぎ、お前はベトナムに行け。え？あ、確かベトナムに最近加工工場を作ったんですよね。そこで働かせるってことですか？その通りだ。ベトナム語とかわかんねえし、通訳はもちろんつけるんだよな。つけるわけないだろ。お前一人で行ってもらう。それはないだろ。俺は会社の社長の長男だ。その工場ではトップになるわけだし、通訳なしは普通に舐められるって。何か勘違いしているようだが、お前はそこで作業員として働くんだぞ。LINE 仕事をすんのか。単純作業が主だから言葉が通じなくてもある程度は働くことができるはずだ。寮も完備だから住む場所も問題はない。どうだ、いい条件だろ。ふざけんな。誰がベトナムに行くかよ。今私の秘書や信頼できる部下にお前のいる空港へ向かわせた。そのままベトナムに送り出す予定だから、おとなしく言うことを聞け。聞かねえよ、絶対に逃げてやる。お金もないのにどうやって逃げるつもりなの。金ならあるって。あれ、財布がない。さっき浮気相手の子に LINE して財布を抜くように指示したの。そんなこと、あいつはどこだ。隙を見て逃げるように言ってるから、私たちの LINE に夢中な間に空港を出たんだと思うわよ。泥棒じゃねえか。ちゃんとあなたの身柄を確保できたら財布は返すわ。でも今はお金もないなら逃げられないわね。嘘だろ、ベトナムなんて嫌だ。社長になりたいよ。お前のような奴が社長になれるか。仕事をなめるな女。それじゃあもろもろの支払いもよろしくね。後日談。その後私と夫は離婚、浮気による慰謝料も300万請求させてもらいました。慰謝料は財産分与で支払い、残りも義父への返済に充てたので夫は一文なしのまま
異国の地ベトナムへ。給料はすべて会社で管理し、慰謝料や義父への返金分を天引きすることで確実に支払いをさせることに成功。手元に残るお金は少額なので、お金を貯めて帰国なんて夢のまた夢。今は寮と工場の往復のみの生活を送っているのだそうです。私はというと、今でも義父の会社でお世話になっています。介護に関してはリキアさんもやってくれるようになり、肩の荷も軽くなりました。また最近は義父のリハビリが始まり、少しずつ歩行もできるようになったので、とても嬉しいです。いろいろごたごたはありましたが、無事解決できてほっとしました。